皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。もうめちゃめちゃワチャワチャしていて、申し訳ありません。毎回、初心者に戻る、<laughs> 戻る私のズ、うん、ーム。<laughs> ご迷惑おかけしました。えー、では、改めて、シュンさん。えっ、ー、と、いつもコメントをくださるときは、ライブでは、シュンズセレンディピティっていうチャンネル名でコメントをくださっているシュンさんが、今日は他にもチャンネルをされていて、タンデンドっていうアメリカで始めた なんだろうタン,タンデン骨骨盤で呼吸するみたいちょっとまた細かく説明本人にしていただきますけれどもそちらのチャンネルで同時配信っていう形で今回ライブをさせていただいていますよろしくお願いしますあこちらこそよろしくお願いします <laughs> えっと今ね四十九人の方が見てくださっていますすみません皆さん、ね、<laughs> 最初の方は無視してくださいでえっとけいこさん秋晴ばれあかとんぼさんねりねりさんはぴらきけいさんなすみさん パラ、パライバさん、ヒロエさん、ピルクルさん、シロツメグサさん。<laughs> おはようございます。いらっしゃいシマ。シナモンロールさん、ミーさん。アキズナさん、コレオプテールさん、アンズさん、ソラリスさん。音聞き,きさん、コレオプテールさん、シマシマダさん。おはようございます。ふみみさんもこんにちは。 ちょっとわちゃわちゃしちゃってすいません。けいこさん、まだ読んでない方いらっしゃいますか。まりも H.K. さん、もうそう、サソラリーさん、パラレルワールドミックワールドになってましたよ。なんかもう失敗。<laughs> 白爪草さん、あだもうこれ皆さんこれで大丈夫ですか。ありがとうございます。一 <laughs> 国道、そう一国道みたいになっちゃった。 もう,だいさんもう大丈夫なので、端末から30センチ、30センチ離れてます。離れて、触らないように、もう触らない。チ <laughs> ャブブースさん、こんにちは。シャブネックさん、こんにちは。チャイニさん、おはようございます。桃のゆりさん、戻ってこれた。すいません。えキヨマムさん、こんにちは。モーブさん、こんばんは。レモンチャさん、こんにちは。ポポさん、こんにちは。カドタクさん、こんにちは。今日は、ズームを使ってライブをしているので、ちょっと、あの、<laughs> 最初の失敗しちゃった。失礼いたしました。 最初の後で消さなきゃ、もうただ2人でブツブツつがらないとか、声が聞こえないとか言ってるのが、ずっと延々とライブで流れてるっていう、<laughs> 超おまぬけ、後とで消します。うん、というわけで、えっと、改めて、しゅんさん、はい、自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、えっ、ー、とね、赤木俊介と言いますけれども、えっ、ー、と、こちら、アメリカに来て、今30年になるんですよね。うん、で、うんまあ どの辺ぐらいから遡って自己紹介すればいいのかわかんないんですけども、とりあえず今、YouTube だけやってる、あの、生活に成り立ってないんですけども、とりあえず、<laughs> <laughs> YouTuber にをやってますね。<laughs> はい、で、で、その、今4つぐらいチャンネル、四つチャンネルあって、そのうち、あの、ちゃんとやってるのが2つ、あの、二つ、単伝道っていうのと、えー、シュンセレンデピティっていうのがあって、シュン、単伝道の方は、うん やっと収益化になり,あのなりまして、それは武術系の,あの動画になってます。で、まあ武術っても武術だけに限るんじゃなくて、これはね、なかなか武術というよりも、なんか日本の武術を、えー、の秘密があるじゃないですか。なんかこう触っただけで相手が倒れるとか、<laughs> そういうなんか不思議な武術があるじゃないですか。それを、の、やっとなんか、 あの秘密の糸口が分かって、でそれの紹介とかをいろいろしてるんですよね。で、それが分かると、武術だけじゃなくて、水泳とか、あの他のいろんなスポーツにも役に立つんで、これで、うん、あ,のあと普通の健康の要は何、健康維持とかにも役に立つ当然歩くのにもあの役に立ちますんで、これでみんなに紹介するといいかなと思,思って。これで あの今回ね、あの紹介する機会を与えてもらってありがとうございます。<laughs> いや、こちらこそありがとうございます。なんか、先週のライブで募ったらいきなりリックオフしてくださって助かりましたんです。今年最後、たぶ、えー、今年最後のライブになると思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。<で>はい、はい。で、えっとあえ、アイダホでしたっけいや、インディアナです。インディアナポです <laughs> アイしか会ってない。すいません。あ<の>インディアナポ,イン,アポインディ500マイルレースってわかります インディ500マイルレースあるんですけども、それやられてる都市です。ほ <laughs> う <laughs>、ほうってわかんないから言われても、ほーう、<ー>そうなんですね。だから500マイルをずあの耐久レースって結構有名なやつなんですけど。<laughs> <の>えっと、近接している州はどんな州ですかどのアメリカ、多分私と同じくらい、日本に住んでらっしゃる方もインディアナどこだろうって。っとね、東に行くと、オハイオ。<laughs> 西に行くとイリノイで、<ー>だからシカゴがある州、イリノイは。うんうん。シカゴがある州で、うん、で、北に行くとミネソ、あの、あミネソあの、ミシガンデトロイトがある州。うん。で、北にあ、南に行くとケンタッキー。ほー。そうなんだ。ケンタッキーって、そうなんですね。あの、ケンタッキーフライドチキンのケンタッキー。うん,うんうん。うんうん、そう、あ,まあそこの発祥の場とか、 あります、はい、一応なんか大したことないんだけど <laughs> ケンタッキーに行くと <laughs> でえっと在米30年って私私も同じなんですよもう30周年<う>2024年が30周年なんですけど<う>30年アメリカに住んでらして<う>で丹田像って、ええ、多分んさんが作り出されたものですよねそうそうそれは2年前 2>、うん、要はこの YouTube を始めるときに名前つけたやつなんで、うん、そこにたどり着いた経緯は えっとね、それが、まあだから、中学校、高校の時にあの剣道やってたんですよ。まあ、剣道途中で、うん、剣道のと高校でやめたん途中でやめたんですけども、だからそんなに、剣道もそんなに大してあの強くなかったんで、ですけど、とにかく、剣道を昔やってて、うん、で、13年後に合気道を始めたんですよね。30歳になってから、あのー、うん、合気道を始めようと思って。で合気道 始めたらそしたららそし剣道も必要だっていうのが分かったんんでですよねうん、ででだから剣道をまたやり始めてでこんなことに剣道強い人がたまたま近くに住んでたからその人と一緒にずっと今まで今もやってるんですけど<ー>で要は合気道と剣道と2つともずっと平行にしてやってたんですけどで途中ね太極拳も習ったんですよちょうどだけ数日だけ。へ<ー>で,、うん、でそれ といろいろ矛盾点があるじゃないですか、あの教えによって。あの、うん、あれ、こう、剣道ではこうしろってあ。例えば単純な話で言うと、剣道だとかかと上げろ。<laughs> 合気道と大,大胸剣はかかとをつけろって,って。うんだ。だからそういう違いがあるんですよね。だからそういう細かい違いがずーっとあって、で、もやもやしてたんですけれども、で、YouTube のおかげで、えっ、ー、と、いろんな、あの、そういう日本のブーツの、あの、 不思議なやつを紹介してくれるところがあって、うん、で実際にその大きいみたいなあのしめ、あの秘密の技を教えてくれるところあるんで、わざわざ日本に行って教わったんですよね。で、当然、うん、あのまあ3週間いただけなんですけど、全部教えてくれないっていうか、秘密なんで、そういうのって。うん、だけど、うん、あのわかんなかったんですよね、その時点では。うん、だけど、その後またアメリカにまた帰ってきて、 しばらく経ったら、流動体術っていうのがあって、それは少林寺憲法をもとにした、うん、あの、やつなんですけど、まあ、流動体術で調べてもらえると出てくるんですけども、禅道塾っていうの。で、そこのチャンネルの人、先生、入江先生っていうんですけど、その先生が結構コメント書いて教えてくれるんですよね、いろいろ。で、それで、あの、たどり着いたのが、あ、丹田の関係の、 やつで、まあ、要はとにかく秘密がだんだんと分かってきたわけなんですよ。うんうん、で、それで2年前ぐらい始めたときぐらいにあの、成田新十郎先生っていう人の書いた本を買って、はい、でそれ読んでみて、そしたら平井稔先生っていうのがいるんですよ。で、その先生の教えに、要は丹田の回転とかそういうのがいろいろ出てくるんですよね。丹田じゃない、丹田、うん、じゃない、彼は腰の周りっていう説明してるんですよね。 で私はだからその三田において回転をすることによっていいんじゃないかっていうのを思いついたわけなんですよ。お<ー>でその回転って言ってもここお腹の部分回転するわけじゃないじゃないですか。うんはい、だけどお腹っていうのはこう筋肉がこう四方八方でこう囲まれててこう。 自由自在に動かせるわけなんですよね、うんで。で、回転のようなことが実現できるんですよ。で、単純な話で言うと、例えば、どう,どうすればいいのかな。例えば、ここ、あの、押す、押すと、はい。こっちの方がいいのかな。で、押す、ただ単に押して、これだと力だけじゃないですか。じゃなくて、うん、ここをぐるっと回して、要は、こうして、 はい、こう、こう回してると回転で、はい、要はピストン、ピストンでこうくるっと回して、もはい、あの、クランクシャフトがあるじゃないですか。はい。クランクシャフト。あれだとくるっと回って戻ってくるでしょう軽く、うん。はい。これはわかりますこれは。はい。それはわかる、今。だからそれのやつをここまで手を、ここずっと伝えて、で、お腹で回転させて戻してやればいいんですよ。 <laughs> それは分からないです。<laughs> 腕の方は分かっだから腕、腕だけで、腕でやると、単純分かり見やすいからいいんですけども、も、うん、この中まで引き入れて、お腹で回転させて、また同じように戻すんですよ。ううん、うん、うん、で、それの原理がだから分かって、その回転させるのがる、要は、うん、呼吸に使われる、えー、筋肉で実現できるんですよ、回転が。うん、うん この間、前もって動画を送っていただいて、これちょっとやってみてくださいって、やってみたんですけど、横に、横になって、横、に横になって呼吸するときに腰上げたりするの、あれはもちろんなんかもう、超ド素人の私でもできたんですけど、正座して腰をこう回すようにするっていうのは、たどり着けなかったです。わ、うんうん、からなかった。だ結局、うん、あの、ここの部分、 こう息すると腰がこう上がるんじゃないとこうわかりにくいぐっと上がるんですよね。うんうん、はい。でこれで下げるとこうくるっと回してじゃあこうなんていうのかなちょっと待ってあのモデル持ってきます。はい。あそのじゃあその隙にチャミルツさんこんにちはマユミンさんこんにちは初ライブ参加いらっしゃいよし。 なすさんインディアナポリス500あ、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス市近郊のスピードウェイにあるインディアナポリスモータースピードウェイで毎年5月に開催されるアメリカンモータースポーツイベントである略称のインディ500で呼ばれることもある。<laughs> 見たことある気もする。ペンケンさん、こんにちは。白猫さん、いとっこがオクラホマ州に住んでる。ロマンスとパリさん、こんにちは。よろしくお願いします。 なんかのタックさん、インディ500はわかる。私はあんまりわかんない。えっと、ひろエさん、30周年。そう、30周年ですよ。1994年に来ました。ナスミさんから皆さん、こんにちは。ソラリさん、インディ500好きです。レース好きなので、サーキットは近いのですか <laughs> ちょっとこれは質問ですね。サーキット、だから10家から15分ぐらいで着きます。<laughs> あ、すごいですね。じゃあ、うちから、<お>あの、あれですよ。ロングビーチのトヨ,トヨタグランプリに行くのと同じくらいの距離。まあ、そんなもんですね。<laughs> <laughs> 広瀬さんが武術プ <laughs> なすびさ,さんも合気道は最強だと思うの。なすびさんはかなり剣道強いと思います。そうなんですか。うだから、うん、合気道だけだと、あのー、うん、あんまり役に立たないし、剣道だけも役に立たないんですよね。要は、剣道ってほら、素手だと何も、そ,その役にも立たないそう。だけど、両方ともだけど、 お互い、要は、ちゃんとやると、すごくいいんですよね。相性がいいってって。もともと、だから合気道は、剣の術から来てるんで。うんうん、おおほう。そうなんですね。そうそう。だけど、剣道だけやってる人って、ほら、あの体術知らないじゃないですか。うん。まあ、だけど、体術もやればね。でもかん、剣道やってる人が体術やると、すぐできるようになるはずなんですよね。えー でだからで結局、基本が同じで、その秘密の部分が同じなんで、うん、で結局、これこうなるじゃないですか、これ息するとここ上がって、ここ背骨がまっすぐなるんですよね。はい今やってみてる。はいでこれでは、ぐいっとこうなって、息吐くときは、だから、息するときは、骨盤、あのここが引き上がって、横隔膜ここあるじゃないですか、横隔膜がぐっと下がる状態。 息吐くとき吸うとき。吸うときは、ここ吸って横隔膜がぐっと下がって、お尻がぐっと上がる、<laughs> ここが近くなるんですよね、ぐっと。息吸って、だ息吸って、グッと上がって。うんはい、で、吐くときは、吐くときは背骨でぐっと、あの、要はチューブを縮める、あの、押し縮める感じ。で、ここの波を使ってぐいッっとこう、下からこう押し上げる。 だからこう、こ要は、結局、息吸うとき、吸う時あのー、力って、普通よくみんなあの吐き,吐き出せば自然と入ってくるって言うんだけど、そんなんじゃなくて、もっとパッシブじゃなくて、要はアクティブにやるんだったら、ここの筋肉をぐっと下げれば、息入ってくるじゃないですか。横隔膜の下の筋肉をぐっと。<今> <laughs> はい、そうそう,そう、それやるときは、ここの背骨がまっすぐになるんですよね。こうで、お尻がぐっと上がるんですよ。吸うときうん、吸うとき、うん。吸うとき。う,時うん、これが結構ね、難しいんですよ。あのさみんなそれ慣れてないから。うん、で、ぐっとやると、お尻がこう、ここ,この部分がぐいっと上がるような感じになるような感じで,むんですよ。よ、はい、それ分かります。それで、で息吐くときにはぐっと緩めると、ここが。 グイッとこうなって、吸っ,吸ってこ、吸った時にここがまっすぐになって、吐く時はここ曲がるんですよ。あわかり、それは分かりました。なんかこれ見てくださった、うん、皆さんも今、呼吸しながらこれ、ご覧になってるかもしれないんですけど。で、だから、あの例えば、剣道でメンとかっていう時に、うん、メーンとかって言って、だから、吸って、メーンって言って、前に出られるんですよね、これ。だから結局あの、うん 剣道の声出す、やったあと声出すのって、あれって声出すためにやるんじゃなくて、うん、ただ単にバイプロダクト、いや副産物なんですよね。呼吸するために声出してるって感じじゃなくて、呼吸のその筋肉を使うことによって、運動が成り立つんで、うん、要は副産物なのよ、うん、声が。なんか、空手とかも声出すじゃないですか。そうそうそう、だからあれも副産物なんで、んだ要は、あれは背骨をちゃんと動かしてると声が出るから、うん、息吐くもんで。 あそうなんです、ね、いやだからわ私はだからそれみんなそれ誰もそんなこと言ってないんですよだけど私はそれにたどり着いたっていうか、うん、おーすごい。でだからそれをやるとあの今のところは吸って吐いてるあの下に下がって横に行くとか要はまっすぐな運動しかないじゃないですか今のところは。でそれをしばらくやっていくと、うん、今度はお腹がこの部分が回転してる感じに感じてくるんですよ。 それブレイクスルーはいつ頃来るんだろう私は全然てあっっって、もう半年ぐらいやってる。<laughs> あ、で、結構長い間、で、私、最初これやってるときに、<laughs> あの、あのなんだっけ、バタフライバタフライを今でも、あれ、<laughs> 最低でも1キロ泳いで、で、あのプロール1キロ泳いでるんですけど、今。すごい。うん、だから、最初のうちはバタフライ三十分ぐらいずっと泳いで、 うん、で、それ訓練、要はそういうのずっと続けていくと、あそうそう、だからあのコロナの時にあの、うん、全部剣道もできないし、何もできない、吐きもできなくなって、水泳しかできなくて、うん、で毎日水泳やってたんですよ。うん、だからそれ、バタフライをずっと毎日毎日練習してて、それでやっとあの分かったというか、うん、こんな感じで。だから、要は水泳にも使えるんですよ。 そうなんです、ね、水泳、真剣にやる友達に教え教えて、伝えますそうそう、で、水泳にも使え、だから、うん、バタフライなんかやる時も、ここを軌道にしてやるとかん楽に動くんですよ。要は、こうやってここでやろうとすると、この筋肉じゃないですか、じゃなくて、うん、ここからお腹から発進して、ここで,で,でお腹がこう、打<ー>ってるんですよ、このおここでやるとそんなに力、うん 筋肉弱いんだけど、ここってお腹の筋肉ってすごい強いんですよ。うん、で、そこからやると、すごく楽に、楽チンに、楽にあの、クロール、うん、1> なあ1時間でもできますよ、余裕で。も <laughs> すごいもうバタフライ、だから、延々と泳げますよ。<laughs> 疲れないんですか疲れない。だから、私毎日、今20分は最低でも泳いでんだけど、要は、時間、うん、くまあ、 20分が区切れいいからやめてるだけで、よ泳ごうと思えばずっと1時間でも泳げますよ。うん、すごい。そうなんですね、うん。そうそう。延々と泳げるんですけど、まあだから、うん、あの、市内なんかでも、振るのは、うん、結局、手で振るんじゃなくて、ここで振るんですよ、ここお腹で。そうそう。それができるようになると、楽ちんなる。 なんか今聞いてたら、うち下の子、おことやってるんですけど、はい、なんか指の力が弱いんですよね。えー、なんかおことにも活用できる気がしてきた。ああ、おことはどうか知らないんですけど、うん、あのー、なんていうのかな、太鼓とかそういうのはもうか確実にここ使ってるんですよ、うん、やってるうん、うん、太鼓を打つのは。なんか多分ね、おこともなんか今、指先だけで弾いてるから、音が小さかったりするけど、その呼吸で体重乗せたりとか、こう、そうやっていくんですか あの、た、例えばほら、うん、包丁研ぐとか、なんでもいいんですけど、こ、はい、ういうのもそうだし、で、で、で、その力を伝えるのに、これ、これなんですよ、この、これが、この、これ、ニュートンの、これ、ニュートンのゆりかごっていいんですけど、ああはい、で、このニュートンのゆりかごが、あの、要はもう一つのトリックなんですよ。いや要はああ あのー、ここのエネルギーをポンと弾いて、でここからポンと出てくる。もう一回、<laughs> もう一回だ、だから、ニュートンのゆり、だからここのエネルギーがここ一気に、うん、一気にこっちからこっちに行くじゃないですか、こ、うんうん、の原理と同じで、ここからポンと来たやつをこっちにポンと出すんですよ、要はパンチとかでも、要はこうやってやるんじゃなくて、ここの力をポンと出したら、ここに乗っていく要は へーはいだから、ここでさらに向こうに越えて相手の向こう側にエネルギーを送ってやるんですよね。うん<ー>だからそれがニュートンのゆりかごの原理で、こうストーンと向こうに突き抜けていく。<laughs> 私は全然あれですけど、うち上の子、あの空手で黒帯持ってるけど、そんなん分かってないと思います、多分 ああ、黒帯だって、だってしょ、初戦初段ぐらいでしょう初段二段ぐらい。んだけどね。うん。だから、それでは分かんない。だって、剣道だって、初段二段なんて、初心者みたいなもんだし。うんうんうん <laughs> そうそう。え、ちょっと、後で、後でちょっと、言ってみる。うん。そうだから、それができると、あのー、なんていうのかな。こう、エネルギー、質量が、だから、ポンと向こう側に行くんですよね。だから、これだけだと、ただ単に、拳の、うん 質量しかないじゃないですか。だけど、ここのお腹、うん、お腹の自分の体重の質量を一気にポンと向こうに送るから、だから相手がポンと吹き飛ぶんです。はあ、うん。そう。だからそういうのもいろいろあって、<laughs> ちょっとすごいですね。ええ うん、あじゃあちょっとまたこの隙に、えっと、どこまで読んだ水野まりこさん、よかった。こんにちは。今日もよろしくお願いします。すいません。私ね、ちょっと最初わちゃわちゃして、プライベートの状態でズーム、ライブにしてたみたいで、変なのが一個あります。それは無視してください。広ろさん、かかと使いの、これなんていうものお、おぎおぎおぎはい。はい、だか,かかと、かかとなんかでも、だから、 あのー、合気道と太極拳はかかとつけって言うんですよね。でもうん、うん、剣道はかかとつくとそうなんですね。そうそうそうだけどこれねトリックがあ,のあるんです要は剣道でもそうなんですけど要はかかとをつけるつもりでゅ、うん、ーっとつけるつもりじゃないですかつけるつもりなんだけどここで仙骨をぐっと上げるとかかとが浮くんですよ。 仙骨って何でしたっけ仙骨いうかここねお尻お尻を、はい、このお尻の部分をグイッと上げると上こうかな <laughs> でで、はい、これがあのつけるつもりなんだけどここをグッと骨盤上げるとはいかかとが浮くんですよね、はい 分かりにくはい要はつけるつもりでこう開けるとかかと浮くじゃないですか。うん、ちょっとこれ、おげさんにやって、こうな感じ。要は、要は、上げようとして上げるんじゃなくて、つけるつもりなんだけど、こうぐっと開ける。あのここで開けるの、ここで。これ、これ<腰>今、ご覧になってる方たち、皆さんこれやってらっしゃいますか私の代わりにやって。で、腰で上げるっていうか、腰で上げるんだけど、その腰で上げるのも空 息を吸う筋肉で、ぐっと上げると、上がるんですよね。息を、はい、息に使われる筋肉で、吸った状態でやると、ぐっと上がるんで、うん、で、そうすると、これ、要はエネルギー貯められた状態、感じ。はい。で、ここ離すと、そのまま勝手に自動的に前に行くんですよ。はい、要は、こう、あの、ゴムバンドでぐーっとこう、 伸ばして、パーっと離したら前にバーンと飛ぶって感じそんな感じ、うん、<laughs> 分かんないかな <laughs> まあでもなかなかまあ難しいんですよね。まあとにかくそんな感じでいろいろとにかく物理的な、はい、現象で説明してるんですね、私のチャンネルでは。はい、で、例えばこれ一番わかりやすいんですけど、この市内の感じ。うん 市内なの振り方なんですけど、例えば、こことここ持ってやると、ここの市内市内の振り振りが1対1じゃないですか。うん、だけど、はい、ここを持つと、先っぽが2倍の速度で動きますよね。はいで、10分の1のところの辺持つと、先が 10, 10倍の速度で動くじゃないですか。はいで、だけど、この辺13、まあ、この辺持つと13倍ぐらいだよ。 速度で。ここを視点にして、ここで押し出してやると、13倍の速度で先っぽが動くわけですよ。うん、だけど、この真ん中にしてやると、26倍の速度で動くんですよね。さらに、このてこの真ん中にしてやると。視点をここに置いて、ここにあると。でも、速いんだけど、力がないんですよね。うん、うん、だから、ここのお腹の回転を、こう、 伝えていってやって、で、ここまで伝えてやって、要は波で伝えてやると、威力も乗っていくんですよね。速さだけだと軽いから、うん、この回転の威力をここに伝えていくんですよ、こう。で、ポンって <laughs> お<ー>。おだからその波の力をこう送って、先に送ってやるんですまあ、だから、そういうのもだからこれニュ、ニュートンのゆりかごの原理で説明できるんですよ。うんうんうん だから基本的にまあ私、だから理学部卒業してるから、まあなんかもしれないけど、要はその世の中の不思議な状態、あのそのそ不思議な技術をこう物理的にどういうふうにしたらなるのかなって,って、そういうので、そういう視点で見て、分かったやつをしょあの紹介したりとかしてるんですよね。うんうん、それに YouTube で紹介してるのと、ほかにもなんかこう、クラスで教えてたりとかされてるんですか あ,あ、まあまそうですね、基本的にまあ剣道の稽古はあの、うん、やったりとか、あのそのそいつもう一緒に写ってる女性、まああの人、うん、奥さん違う違う、彼女はあの近所の人。あ、そうなんですね。うちの妻はあの日本人とアメリカ人のハーフで、でその写真、あ動画で写ってるのはあの、うん、アメリカ人の普通の。あ,あのそうなんです、ね。そそうそう。あの人、結構でかい、身長百七十六センチある。 女性なんですけど <laughs> うん、うん。そう。まあ、たまたま近所の人なんですけど、彼女すごいですよ。うん、あの、水泳も全米で6位ぐらいの,、うん、あの、結構、結構すごい泳げる人で。あの、そのずっと毎日泳ぎに行ってたから、うん、あの、会って知り合って、それで、今に至ってるんですけど、うん。じゃあ、彼女はもともと、こう、うん、武術をやっていたわけではなくて、シュ全,全然やってた、うそう、全然やったことなくて、ボクシング、 やりたいとかそんなこと言ってたから<ー>何だったらちょっとこのブーツ知ってるから試してみないかってんで、うんうん、試してみてそれで今至ってんですよね。そそれえその彼女始めて何年ぐらいですか2年ぐらいかなでなんかななでんこう感想彼女の感想に興味があるんですけどやって2年ぐらいどういうふうに思ってらっしゃいます<ー>全然知らないところから。あだから元々ねめて、うん、あの元々 あのー、彼女なんかこうビビリっていうか、あんまりこう、対外的にもこう、内向的だし、要は相手から攻撃を受けたときに、うん、口で攻撃を受けたときに、返せない感じ、うん、そんな感じだったんだけど、で、これ、これあれなんですよ、この単田でこ、このクランクシャフトで返すじゃないですか、力、うん、あの力を。それも、要は相手の木をこう、もう返す感じもあるんですよね。うん、だから、その、相手と、 相手のこう攻撃を受け返して回して返すっていう感じ <laughs> そういう感じもなんかある,あるようですよ彼女にとっては。そうなんですね。うん、なんかこうまあだから武術をやることによってもともとビビりだった人も要はもともとはほらビクビクしてた人も要は自信が持てるんですよねあ,れうんある意味うんうん。例えばほらあの誰かが攻撃したいときに 技術しなかったらどうしようもないじゃないですか。うん。私もだからもともと剣道しかやってなかったときは殴るぐらいしかなかったんだけど、うん、合気道とかやってると要は、うん、あのー、殴らずに相手を制することができるんでいいですよ。それすごいですよね。もう本当に全然こう触れないで戦ってくれ触れないでってことはないんだけど触れても要は私、うん、うちの息子が歯向かった時に。 あの、うん、床に1分ぐらい押し付けたら、それ、息子さん、いいくつぐらいですか <laughs> 俺、まだ、いやでも、ティーネージャーぐらいの時だったから、すすごいですね、うん、だから、そう、ちっちゃいこの,のからもなんかいろいろやってたんだけど、まあ、結局、うん、なんだかな、別に殴る必要もなくて、うん、あの要は関節なり何何何、相手の動きを制してあの、うん、止めることできるんですよね、合気道し知ってると。 だから、合、うん、キドすごい便利ですよ。あの、暴力的に見えなくていいですよ、すごい。うん、本当なんか、本当、暴力的に見えないっていうのは本当にそうだと思います。うん。すごくいいと思います。うん、あの、殴ることしか知らないのって、今の世の中、ちょっと問題じゃないですか。うん。<laughs> そう。だから、あの、ね、なんかだ殺したとか、なんかいろいろ問題になってるじゃないですか、うん、警察のやつでも、うん、あ,れあれでも、合キドの技術知ってれば、もうちょっと、 ああいうふうとならないかな、なんかと思うんですけど。うんうんうん。そうかも。うん。殺したりしなかったのかも。いやいや、合気道でも人殺しますよ。殺せるんだけど、だけど、バイロンって見えないから、ただだによけたら相手が死んだって感じのふうにしか見えないから。日本の警察って合気道はやってないんですかやってるやってあの、だからそれが合気道の用心感スタイルっていうのがあって、用心感。 の技術私学びましたから警察とかとやってるのと同じようなやり方なんですけど養親館ってどういう字ですか養うに<何>神神を養う<何>あの館、うん、うんそうあの合気道もいろいろスタイルがあって、うん、あの合気会とか紀の会とかいろいろあるんですけど養親館は一番古いスタイルの感じでそのや合,気合気道のさらに前に合気柔術ってのがあるんですよね、うん で、相木柔術がまたさらにそういう、あのー、もっと古いやつなんです。すごい基本的な質問なんですけど、相気道とか、移住術とかって日本の、はい、日本のものですか日本古来のものあ,あ、そうです、そうです。あのー、あのね、相木柔術は、あの、お敷打ちって言て、要は合図かなんかどっかの、あそこの辺の、あの、あの、座敷での音の、うんうん、あの、なんていうのかな、あの、 刀持ってない時の技術、あの、あの、防衛の技術のようですけど。あ、そうなんですね。そう。全然なかった。だから、例えば、忍者とか、そういうのでも、あ、だから、いろんな国、あの、いろんな地方でも、あの。うん、あの、やられてて、で、特に、あの、岡山とか、私の出身の岡山なんかも。あの、そういう技術の人がいて、で、その、もともと、その平井稔っていう先生がいて。うん、その人でも、あの、晩年、静岡に住んでたんですよ。うん。 あれ静岡市なんですか出身はし今静岡市になっちゃった、うん、私が生まれた時は清水市だったあ清水のそうああそうだ、うん、その静岡に5年住んでらしたじゃないですかその時にその平井先生と出会ったって感じですかじゃあじゃそれがねあってないんだよ、うん、その当時は武術なんか、うん、あのやるつもり全くなかったから <laughs> うん、うん、残念なんですほんとにやみすじゃないけどなんか <laughs> うん、うん あの、当時は、もう本当に、もう剣道もやめてたし、もう、うん、あの、ジープ、あの、四輪駆動で遊んでたの、ね。<laughs> うん、そういう時,時代だったんで、何にもやってなかった。残念ですよ、本当に。うーん。だからその平井実っていう人は、その岡山出身で静岡市に晩年住んでたんですけど、うんうん、ちょうど同じ時に住んでたんですよね。うん、残念。<laughs> 残念。本当にやみすだ。うん じゃあもう晩年っておっしゃってるってことはもうお亡くなりになってるってこと、ね、ーあーそうそうそうもうだいぶ <laughs> だってもうだって戦前からいる人ですからあ見られる人って <laughs> うん、うん、あの要は合気道をあの立ち上げたような人おおあそうなんですねおすごい古い人一番最初に立ち上げてでその上芝森平っていう人がいるんですけどもその人がその後 <laughs> 合気道 っていうのを名前を引き継いでやってるんですけど、だほうん、本当はその平井稔っていう人の方が先に合気道っていう名前使ってやってたんですけど。あじゃ,あじゃあ合気道って名前は結構新しいんですね、じゃあね。いやでもそれで然戦,<前>戦前なんだけど、うん、でもそん新しいですよ、まあまあ、比較的。じゃそれより先に合気術とか、合気柔術。術があったって感じ。そうそうそう。合気、うん、柔術はね、 だから、もっと野蛮な感じ。本当に、うあの殺し殺し合いのために、要は、あのなんて言うのかな、戦,戦,あの戦闘、戦,戦闘中かの、要は戦の時に使われてる銃技術北。北斗の剣みたいなやついや、それとはまた違うんでしょうけど、<laughs> まあだけどあの、あ甲冑術とかあるじゃないですか。 甲冑同士の戦いとかそういうのに使われたやつでえっとしゅん俊さんの方のチャンネルコメント入ってないですか大丈夫ですか私の方でなんか全然コメントないっちうこれちゃんと機能してないのかな <laughs> それとも誰ただ単に誰も見てないのかもしれないけどよくわかんないですよど,どうしようあ別にいいですよ別に大丈夫ですかもしかしたら最初のプライベートになって失敗しちゃった方はライブになってたのかも いやいや、だから全然関係ない。あのー、まあ別にこ、私は基本的についでにやってる。これはこっちの方はついでにやってるだけなんで。<laughs> すいません。<laughs> 大丈夫です。えっと、ちょっとコメントいきますね。はい、どうぞどうぞ。ひろえさん、インナーマッスルと単田度、合気度、呼吸法のミラクル。青岸エルスコは船橋曇り、肌寒いです。今日はクリスマス惣菜コーナーが夕方安いです。いいな。 あ日本はクリスマスイブですよね。こっちはね、まだ12月23日の夜です。青木さん、もしかして私、あ,<ー>あの、最初ワチワチしちゃったから、このチャンネル見つけるの大変でした。ナスビさん、帰国時、剣道でなく居合抜刀を習えばよかったかも。え、誰私じゃないナスビさんってことですか <laughs> あたりけいさん、こんにちは。ふみみんさん、ちょっと飛んじゃった。戻ってます。え、なんかいっぱい。 いっぱいコメントが来ています。<laughs> ちょっと待って、えー、今戻っております。ふみみさん、何の武術も使えない、今からもう遅いえ。例えば、しゅんさんなんかこれ見てくださってる方、多分私と同年代とか上ぐらいの方たちなんですけど、ええ、今からン電をやろうと思ったらどこからですか寝転がっての呼吸から。あそうそうだ、だから基本的にデン導は <laughs> あの呼吸さえすればいいんで、別に。うんあの あれ見たことありますかあの、なんだっけあの、鬼滅の刃。はい。あれ呼吸ばっかり練習してたじゃないですか。うん、なんとかの呼吸ってやつですよね。そう,そうそうそう。はい、あれまさにこれなんですよ。おおおだからこの呼吸ができれば、要は、うん、あの、いろんなものに応用できるんで、要はスポーツとか、武術とか何でも。 まあ、で、で、とりあえず、これいつでもできるんで、例えば運転中にでもできるし、横になっててもできるし、うん、座っててもできる。あ、要は仕事、あ、あの、ほら、例えばずっと座りっぱなしの仕事の人いるじゃないですか。うん、そういう人も、こうやって座りながら、こう、はい、こう、息して、こう、背骨をこう、波打たせる練習を常にしとけばいいんで、あ、うん、これ座って、かるやはい、だから座ったまんまの仕事の人なんか、特にこれいいんじゃないですか。 これいいかもしれない。あと、瞑想しながらもいいかもしれない。あと、あと、運転中とか暇だから。どう,、うん、うです、ね。そ <laughs> <リ>です、ね。アメリカなんて1時間ぐらい平気で運転時間あるじゃないか。すか。そういうの、本当に、これ、やって、運転中にやってますよ。はい、<の>私もやります。うん。とね私、多分、呼吸も意識してしないと、個人的なことなんですけど、集中してる時息止めてることが多くて、ああ、えー、あっ <laughs> あの意識して呼吸しようと思います。じゃあ、皆さん、今から武術までいけないかもしれないけど、まずは呼吸法からっていう感じですよね。そうそうそう。プ、えっと、ラリスさん、昔、西野バレエ団の西野さんが西野流呼吸法という名称で、気合,合気道止まっちゃってるな。続きがないのかしら。えっと、白猫さん、<laughs> 武術ができるとかっこいいなとおっしゃってます。青木茂さん、武術系は滑らかな円運動ですね。そうそうそう, <laughs> そう。だから、その円運動っていうのが、 漠然としてじゃないか。だけど、うん、あの要はピストンのクランクシャフトの運動だと思えば分か,分かりやすいじゃないですか。うん、こう押したらこう返ってくる、うん、押したら返ってくるてやつ、はい。はい。だこ,こうなのか。こう押してこう、こう押してこう返ってきて、うんうん、押して帰ってきてってこ。やってみよう。ナスビさん、スポーツ剣道では切れないので、居合がおすすめかもですね。居合って 本当の刀使うやつですかそうそうだけど、居合の人、まあ、や,やるのはいいんですけど、だけど、刀の切り方を勉強しても、当たんなきゃ切れないんで、そうでそうです。で、要は、まあでも、私のこの今やってるやり方だと、要は、普通の刀でも十分使えるんで、<ー>大丈夫ですよ。すごい。 えっと、ひろエさんから、腰痛対策になりそうですねって、腰痛対策になる。<laughs> うん、あ、で、ね、あとね、これね、皆さん知っといたほうがいいです。あのこう私、よくあの直角爺さんになるんですけど、あのこう固まって動かなくなるときあるじゃないですか。そういう時は、はい、ここのね、ここをこうねじって、ここをねじって、要は、ここの筋肉がここまでつながってる、ここが固まると、腰が、 固まって動かな,くなるんですよだから、はい、これ内股にしてねじって、ここ外股にしてねじってっていうのをいや何回もやって、ここの筋肉がこのお尻につながって、こここまでこの筋肉をねじって緩めてやるんですよ、うんうん、こうやって。うん、こうやってやると、背骨がこう、さきッと伸ばせますよ。おお、腰痛の方はぜひ今のやってみてください。そうそう。でここうねじこう座って 何回かねじってやると楽になるはずなんで、こう、こういう感じで、こう、開いて、閉じて、開いて、閉じてっていうのをやって。座った、座ったままでもそうやって閉じたり開いて。あ、違う違う。座ったままでやらないとダメだと思う。多分あの、あ本当に腰痛い人は、多分こういう状態でやっとなんで、で、これでぐーっとこう、こうしばらくこう回して、はい、ここでしばらくこうやって、はい、で、やって、ここを、こうやってねじっていくと、うん、この筋肉がずっとつながってるのが、 ねじられて伸びてくるんで。はい。そう。そうするとね、楽になるはずですよ。<laughs> 私いつも座って伸ばしてます。あれ、えー、大丈夫、直角爺さん,なん、直角、直角にならないですか。直角ばあさんだけ。<laughs> 直角じさん。直角って、な、うん。いや、だから、もう本当に腰がこう、もう、固まって動かなくなる。もう。せ、背筋が伸びなくなるんですあの、直角爺さんばあさんみたいになるんです。もう、本当 ね、ぎ,っぎっくり腰の時は直角になりました。あ、そうそうそう、だからそんな感じ。そう、年取るとなんか固まるんですよ、すぐ。うん、あの、座って作業してるとね、すぐ固まる。やってみよう。今日なんか健康講座みたいになってる。えっと、あんじさんからぽっこりお腹は治りますかって。あ、これね、あれだよね、ぽっこりお腹っていうか、こう、息するときにこう、こうすい、ここ縮めるんですよね。 うん、分かりますん要は、よくやるのは、この息吐くとこう吸う吸きにこう広げるとかっていうと、お腹出るじゃないですか。うんうん、なので基本的に吸うときにこう縮めるんで、常に縮んだ感じになっていいんですよ。だから、から吸って縮めるじゃないですか。で吐くときにこう背骨でこう動くから出ないじゃないですか。で吸って、出るじゃないですか。はいうん、お腹出ないんですよ。うんあだ実際には 緩めると出てしまうんだけど、このいい呼吸の仕方を意識してると、ずっとお腹が縮んでる状態になってるから、出ない。今,今やってみてる。俺<が> <laughs> そうそう。普通よくあるじゃないですか、腹式呼吸とかって、お腹膨らませてとかやるじゃないですか。うん、あれは膨ら、ま、私のやり方だと膨らまないから。うんうんそう。それでね、次、ねりねりさんのコメントなんですけど、うん、びっ呼吸法反対だったって。私 今ままでの逆だなと思いました、うん、あそうそうだからこれはだから誰も言ってないから私独特な,のな、うん、<laughs> 他の人やってないからそうあでもちょっとやってみたら腰も痛くないし肩こりは <laughs> 肩こりはとか肩こりはどう,う肩こりもそうなんですけどこれね、うん、こう丸がでなくてこうで実際にさっきにさらにやるとこうなこういう巻き腰こうなってこうきてこうこう ここ伸びるって、ここ上げて、ぐるっとこう回して、こういう風に力がこう、こう、力がこう、お腹でぐるっと回って、うん、で、こう切って、前側に来て、で、ぐるっと回って、で、こっち側でくるっと回って、こういう感じ。今、こう。そう、だからこういう感じで、だから、これが、こういう感じで背,背骨がの伸びるはずなんですよ。背骨っていうか、ね、あの、肩がこう、後ろに巻かないといけないんですよ、これ。 うんうん、こういう感じで。そうそうそう。だからそれをやる、ああそれをやるのに、今までだと多分ね、こう、一か所一か所で、こういう感じでやってたのを、そうじゃなくて、お腹から波をこう、パンと送って、こうくるってた。あのあ、要は、あの、例えば生地とか、こういうやつを、こうやって、うん、伸ばすときに、波を使って伸ばすような感じで、 こうやってパンと叩いて伸ばす。<laughs> あの、うん、ここのお腹のエネルギーをこう送って伸ばすって感じ。要は頭、要はあのここのここの筋肉でこう伸ばすんじゃなくて波を送ることによって伸ばすの。<laughs> 私しんさん今なああずっと呼吸しててわかったかもしれない。あ,あ,あ,あそう。っ,っていうのわかりました。なんかそうそうこのこのライブ始まる前は。ああ 座ってやるの全然ピンときてなかったんですけど、これできるかもしれないって今思ってます。あ,あ,あ,あ、そう、なんかだからわかりますなんかお腹からなんか波がこう送られてきて、シャキッとするでしょ。うん、うん、分か,うっ,分かったああ、うん。続けてみます。で、これできるようになると、カラオケも上手くなる。あの要は、あのー、肺活量がすごい増える。そうか、ちょっと呼吸続けよう。とま,またら はぴラきケイさんから、東洋医学の呼吸法やチャクラ、木、水、血の流れ、丹田は要ですね。そうですね。ブラックベリーさん、こんばんは、こんにちは。ソラリスさん、シュンさんの説明、すごくわかりやすいです。ありがとうございます。あ、それ良よかったです。ナシミさん、声は切る際の吐きの現れ。そうそうだ、だから声も、だからこう、こう、肺を押しつぶすもんで、こう、こうてて押,し押しつばされるもんで、声がパッって出るんで、 たまたまだから。うん、だから声はだから、うん、バイプロダクト。うん、スタンブ、うん、なんか、今今は分かった気がしよう。飲み込みの悪い私も分かった気がする。ネリネリさん、なんか難しい。吸って吐いても奥深いな。ですよね。そうそう。だから、うん、結構ね、なんか、あの、システムとかいうやつなんかは、もう本当にただ単に意識せずに吸ったり吐いておったから、吸えって言うんだけど、 だけど、ちゃんとした吸い方、吐き方知らない人ってやっぱり難しいんじゃないかなと思うんですよね。うん。そうえ、でもなんかこれ絶対体にいい感じがする。うん。と私は信じてますけど、うん。ねりねえさん、なんか難しい。吸って吐いて。あ、でもこれ今読んだ。ごめんなさい。かなりけさん、前にデ電ウォーキングも学びましたわって。デ電ウォーキングなんてあるんだ。あのね、なんかいろいろね、あるんですよ。だけど、みんなね、結構ね、漠然としてるんですよ。あの、こう。 あのすごいねどれ,どれ見てもなんか結構か漠然とした説明しかないからうん、うん、私の説明はもう確実にこう何どの筋肉をこうしてこうしてってそういう感じでやってるから、うん、えもう本当に回すっていうのは分かった座って呼吸する時も多分私できるよこれ<ー>頂けますはいありがとうございますえっとハッピーラッキーケイさんバタフライ二十歳から自己流で40年でやっと完成しました えっと、シューさん、丹田に回路貼ってます。シューさん、丹田に回路貼るのはどうですか回回路回路北海路みたいなやつじゃない。ああ<ー>、<っ>まあ、どうなんだろうな。あれ、でも、この呼吸法をやってると、体温まってくるから、ぽかぽか。筋肉、ここを使ってて、発熱してくるんで、だから、いらないんじゃないかなと思うんだけど。うん、すごい分かります。 あなんかこの呼吸法、私、測定筋膜炎になったときに知りたかったかも。あこれね、あの私、<laughs> コロナにかかった時あのこ普通に息するとここ痛いんです、肺が。だけど、この呼吸の仕方や,やってると痛くないないから、要はここの横隔膜を下げてこう伸ばすだけだから、痛くなかった。えー <laughs> かぜとか気管支系の病気になったときも、この呼吸をすると、息がしやすいっていう感じですかわかんない、でも私が要はコロナにかかったときは、その肺が痛かったから。うんうん、だけど、この呼吸だと大丈夫だった。うん、まあだから、気管支系とかわかんないですよ、だけど、うん、まあでも、少なくともコロナは大丈夫だった。<laughs> 広江さん、コロコロコロナでたどり着いたのもすごい、ピンチがチャンス、本当そうですよね。ええ あそれ、ね、さらに、ね、コロナすごいのは、あれ、はい、あのわしね、結晶あのドネーションやってるんですよ、あのプラズマドネーション。うんはい、あれ、知ってますどういう仕組みかし。知ってるけど、私できなかったやつ。ははいいいあのお願<で>します普段だと、うん、あの50度とか60度ぐらいもらえるんですよね、普通。えうん、1回につき。だけど、コロナにかかると、けあの、うん、要はその免疫がついてるじゃないですか。うんだ ウイルスあの、ワクチンができる前は、その1回に、うん、1> のドーネーションにつき100ドルもらえた。あ分かる分かる。なんかこっちはお金くれなかったけど、赤十字でコロナかかった人は献血してくださいってすごかったです。ああ、だからそれただでしょ、うん、アメリカだと100ドルもらえるんだから。うん、<laughs> ええー、私はアメリカだけどもらえなかった。でも、あの私ね、そのコロナよりもずっと前にプラズマドーネーションしようと思ったんですけど、1回、うんうん、機械通して自分の血に戻すじゃないですか。うん 血は出ていくけど入ってこないみたいであそうすっごい痛くなって血管腫れちゃってや<ー>もうなんか数分でやめたんですだからプラズマドーネーションはあなたはしないでくださいって言われたあそう下手な人がやったんじゃないかな、うん、よくわからないけどそうかもしれないまなんか,週 2>, なんか週2でやってますよ週のすごいあのねうちの家から一歩のところにあるんですよ、うん 歩いて行けるようなところにある歩いて行くのはちょっと遠いんだけど、車で1分ぐらいで行 <laughs> けるところ。<ー> <laughs> あの、ほら、アメリカって、車で1分って言うと1、うん、1>, 1、1、あの、1キロぐらいやってから。1キロ、うん、1キロぐらい <laughs> 歩いて行くのはちょっとめんどくさいんだけど、でも、1キロ、<laughs> うん、1>, 1キロぐらいのところにあるから。2> 週2回じゃ週に2回、だから月に4回でしょ。だから400ドルぐらいもらえる。400、うん、ドル以上五500ドル弱ぐらいもらえる。<laughs> お仕事じゃんだから今仕事やってないからそれ,、うん、<laughs> それで <laughs> とりあえず食いつないでるじゃないけどまあ,うん、うん、あのそれだけでやってます、うん、仕,仕事はいつ辞められました私は去年の今頃辞めました私ねコロナ始まってからすぐ仕事があって、うん、通訳の、うん、えつちなみになんか通訳の仕事をやってるんですけどうん、うん、やってたんですけどねうん、うん、だそれやって で、それ以降やってないから、うん、まあ2年ぐらいだからやってないのかな。うんうん、そうそう。ね、コロナで亡くなった仕事いっぱいありましたよね。おどうだろう私の場合、コロナ終わってからだからあ、始まってからもう仕事やってたから、別にあんまり影響ないんですけど、うん、まあでも、もう今全然やってなくて、そう,そう仲間です。<laughs> なんかこんなの仲間だよってっ <laughs> <仲間>。<laughs> 知れないけど仲間です投資の方の仕事やってん <laughs>。投資もね、あれコロナの後、だいぶ暴落してるから、損は損してるけど <laughs>。何にと聞いても構わなければ、何に投あい,やいやいや、ほら、あの、仮想通貨とかすごい大暴落したじゃないですか。仮想通貨してたんだ。そうなんですね。結構、だいぶ損ですよ、ね。ちょっとまた続けますね。チャブブ なんバタフライできるのですか、すごい、かなり計算もすごいわって言ってる。るえっと、秋津田さん、サーフィンのパドリングも変わりますかね。呼吸でってこと。これ、塩さん、どうですか。あのね、サーフィン、私できないか知らないんだけど、でも、基本的に。丹田、起点でやると、大抵、何でもうまくいくんで。うん。あの、歩くのも何も、すべて、体、中心。から動くっていうの、全部。いや。 だから、例えば、前に行くのも、こう、足の筋肉で、こう、ぐっと前に行くんじゃなくて、ここの、ここから押し出す感じうんうん。全然、感覚が違ってくるんで。うん、それ、あ<う>仰向けじゃなくて、うつ伏せでもって感じですかあそうですね。まあ、うつ伏せでもで,できると思うんですけど、まあ、どちらでも、まあど、どんな状態でもできるんで。うんうんうん。うんうん とこれなんだろう空玉さん、おはようございます。青木しげるさん、上手に力を抜くのが大切みたいですね。たるむのではなく力を抜くらしいのですが難しいです。そうですね、うん、基本的にだから力はいらないんで、<laughs> 途中、ここだけ体の中心だけこう回してて、あとはもう棒状の何,、うん、何も力いらないんです。うん ラピラキケイさんジムのインストラクターにバタフライちゃんと泳げてると認定してもらいました。すごいな。<laughs> 桃の,のりさんが難しいとおっしゃってます。たぶん桃の,のりさんこれ呼吸今、一緒に <laughs> してくださってるんですけど、<ー>難しいって。まあそうです。そんなすぐにはできないと思うんです。だから、全然違うのでやり方が。<laughs> 青木茂さん、10円玉3枚あればニュートンの振り子と同じ実験できます。<laughs> あ<ー> <laughs> 今度動画にしてほしい。<laughs> <laughs> えっと、あ、いや、弾く、弾くんじゃないですか。おー<も>真、真ん中置いて、だから、だから3枚置いて片方押したら、あ,<ー>あ、弾いたら片方からポンと出てくる。もう戻ってこない。あ、戻ってから来ない。なすみさん、各玉の中心が人で言う丹田ですね。どういうことああ、そうそうそう。だから、だからこっちの丹田からポンと出してやると、うん、相手に、の丹田に向かってやると、相手の重心がポンと飛ばされるんです。 それすごいですすよねそそうそうすごいな。だから相手の,の,あの重心にいきなりはたきかけるから、だから相手が倒れるんですよ。うんんすごいな。おうあの手に対してこう手でこうやると相手がパッと、うん、あの止められるんだけど、いきなり重心にボーンと、うん、あの来たら、これもだから、 こいきなりポンときたらこっちがポンと跳ねるじゃないですか。うんうん、それと同じような状態になるんです。えっと、ヒロさん、指の力が弱いっていの分かります。息子も手先の力のコントロールができてないので訓練させてみます。なんか呼吸法から、なんかみんなで <laughs> これ、年末年始呼吸法やりましょう。ブラックフェリーさんも、ね、た痩せそうです。水泳は息継ぎが難しい。腹山さん、あ<ー>あ力の伝わり方か。 なすみさん切ったり叩いたりに腕力はあまり関係ない。ああそそう,そう K さん、スイミングが一番膝や腰に負担がかからず背骨矯正呼吸法にも全身にいいと思いました。うん、うん、そ,うもそう思います。ナスミさん、メモ仙骨とは、これは私が仙骨って何ですかって言ってた頃のコメントですね。仙骨とは腰の中央、背骨の一番下にある三角形の形をした骨のことを言います。うん、ああ え、尻尾の部分ですか。あ、そうそう、尻尾、元尻尾って感じ、ね。私、元尻尾、折れた、ああ折れた、ことある。折れたっていうか。ええー。こう、こう、こう、なんか、こう、こうじゃ、なんか、こうじゃないですか、釣り針みたいな、それがまっすぐになっちゃったことある。あ、こう、あ、そうそう、こ、ここの部分。うん,うん、うん。それがまっすぐ、まっすぐなって、すごいだから。ええー。どうしたら、そんなになるんです。出産です。あ <laughs>、出産で、なんか。 骨を押しながら無理無理出てきたみたいで、えー、尻尾がピーンってまっすぐになっちゃって、なんかもう座ると死ぬほど痛いっていう。頭がでかいとか、<laughs> そんな感じ、うん、どうなったんだろう。そんなに大きい子供でも、二人とも、えー、二人とも、えー、すっごいちっちゃかったんですよ、5パウンドとか。パウンドえー、何それ。そうそう、でも、下の子はあっという間に生まれたんですけど、上の子は、そのなんか、尻尾までまっすぐにしながら出てきてですね、結構大変だった。 うちの息子はあれですよ、上の子が8パウンド13アウンス。そんなの私絶対産めない、低お性階です。<laughs> 8パウンドだから、もう不可能。で、で、だから日本だと巨大児うんうで、あの下の子は100パーセントタイルの頭の大きさ。あの頭がでかすぎ <laughs> あのだからすごい検査いっぱいさせられて、要はあのほら、きょ,きょと頭がでっかい病気があるじゃないですか。水症<液>みたいです、うん、そうそうそう。 うん、じ,ゃじゃないかって,言って疑いがあって、あの、うん、ただ単、ね、に頭がでかいだけなんだけど。<laughs> 健,康健康で何よりでしたよね。そうそうそう、だから別に異常には見えないけど、日本人の子って比較的頭でかいじゃないですか。うん、そ,うかもそうかもしれない、うんうん。あれ、あれじゃないですか、あの、あれ、おあれハーフなんでしょ、子どお子さんらいや。合うじゃないですもん、もう、遺伝子的には2人とも完全に100%日本人です。あ旦那さん、日本人なんですか 三世日系三世です。で、っずっと混ざらないで来てる三世なので、あ、そう。伸び伸びた、90歳になったみたいな感じ。あ、そうか。うちの場合は <laughs> いやあの4分の3が日本人だから。うん、<laughs> うち、なんか見かけはすっごい日本人です。なんかみんなで日本に行って、電車とか乗ったら誰も何も疑わないって感じ。<laughs> あ、そう。へえ <laughs> そっかそっか。あ、着てる服がちょっとおかしいかもしれないけど。ああ。 <laughs> 昔あのとあの、日本にいたお友達でオーストラリア人なんだけどあの、うん、中国系のオーストラリア人で見た目、日本人じゃないですかだけど全然日本語がからなくて、うん、すごいかわいそうだった <laughs> うんで、うん、<laughs> なんでか全然言葉通じないし。<laughs> なんか見か見けが日本人だと 日本語で質問しないと、え、なんで日本語じゃないんだっていう反応されることはあります。<laughs> そうそうそう日本人、結構あれ、あのうん、そういう人には冷たいですよね、なんか <laughs> 日本人に見えてて、あの明らかにあの外国人に見,そうそう見ると、うんあの、それなりの、ね、そうそう対処するけど <laughs> うちの。うちの子たちとかも完全に日本人より日本人っぽいので、うん、え、日本語話せないのっていう感じ。<laughs> そ<う>びっくりされます。 うん、かわいそうに、ね。ちょっとかわいそう。えっと、どこまでいったんだっけあ、ひろえさんが、あれ、背景は本物って、そう、シュンさんの背景は本物ですよ。<おう> <laughs> <laughs> 立ち上がって本物だったことが分かったのかもしれない。えっと、シャインさん、重たいものを持ち上げるとき、腕じゃなく太もも、お腹に重心を置いて、体全体をバネにして持ち上げるイメージでやってます。あ、いいですね。 うん、かなり計算、さん、チャクラも開花。チャクラも開花しますか、しゅんさん。いや私、チャクラ分かんないけど、でもまあ、<laughs> やってればできるんじゃないですか。私、うんお。なんか、よくわからない。<laughs> その辺は <laughs>。えっと、はっぴらきケイさん、仙骨はし,びしっぽの位置の板です。うん。板。ケイコさん、仙骨大事ですよね。そう。仙骨やったこともう一回あって、<laughs> どうでもいい話なんですけど。仙骨弱いんですね。あの、あの 子供を空手やってるって言ったじゃないですか。<う>それで、なんか、やっててひっくり返されたことがあって、スパイリって、キックしたら足もたれってこうやってひっくり返されて、うん、お尻から着地して、うん、仙骨いった状態で、次の日からボストンに出張で、私、立ったまま飛行機に乗っていきました。ええ、<laughs> 会議中も、もうみんなに席譲るふりして立ったまま座れないので <laughs>、<laughs> <laughs> 立ったままで、あの、 会議が終わってホテルに戻ろうとうつぶせっていう。なんかすごい。お尻弱いのかもしれない。それって何もうどうしようもないからもう、もう待つしかないはい。勝手に治るのを待ってください。医者に言われますけど。もうなんかもう、泣く、泣くんじゃなくて、もう勝手に涙が、飛行機の中でこうやって涙が流れてきて、こっ立ちながら行って、しかも、明らかに立ってるとお客様座ってくださいって叱れる、叱られるじゃないですか。 だから、中腰で、こうやって、前の椅子でこうやって捕まって、へ<ー> 5, 5時間飛行機こうやって乗っていきました。変な、でもそんなに簡単にダメになるもんなんですね。うんうん、なんか、全体重でお尻で転んだからかもしれない。もう、ほんと足もたれて、お尻から行ったので、ね、こうやって。へー。あの野郎、あの野郎、まあ、ってうちの子供まあだけど、それも多分ね、う受け身をね、習ってないから問題な。そうそう。 私、全然何にも、何の基礎もなくて、だからもう本当にそのまま投げられて落ちたって感じで。うん、あれね、受け身ね、教えたほうがいいですよ、うん、あの日本人も、では。ね、柔道とか、みんな、ね、<な>日本の技術あるんで。うん、だから昔、だから、あの、息子らがのサッカーのチームやってとき、うん、入ってときに、私、サッカーのコーチやってたんですよ。うん、だから、だから6歳アンダー6とかの、うん、あの、 コーチやるときにみんなにねあのこき方をまず教えたんですあの前前受け身 <laughs> 後ろ受け身を教えてでうちのチームの子らはみんなあのこうバーンとこけても受け,受け身知ってるから、うん、みんなへらへら笑ってあのそのまま試合続行なんだけどよそのチームなんかもういちいちこけるために泣いてるからさうんそうそうだからすごく絶対教えた方がいいんですよ子供らに。 えっと、何これ広井さんがすごく興味深いカメハメハとつながるって。カメハメ派って何だっけああ、そうそうそう。何でしたっけこう,こうやカメハメハってこういう感じのなつねな。そうそう、うんあ。そういうやつなんですね。ナスミさんがメモ、宮本武蔵五輪の書、かかと厳しを踏むべしと言っておられた。そうそうそう。そうだ,だけど、だからその踏むんだけど、うん、仙骨じゃないな。要は骨盤で上げてやると、 かかとが浮くんですよ、うんうん、だ違う現象を要は何あのお互いの2つあの今までこれやってて気がついたのが要はお互いね違うこと言ってるようでいて同じこと言ってるんですよ要はアプローチが違う踏む。踏むべしってでも離れてかかとは地面がだからつけ。つけるつもりなんだけど。うん だけど、骨盤を上げてやると浮くんですよ。浮いちゃうんだ。ほぉ。そうそう。<laughs> <laughs> 難しい。そう。えっと、ナスビさん、なので日本刀は円で切る道理。そうなんですかそうなんですね。うん。ケイさん、後ろで手をつないでコンコンとお尻の上をたたいたり、ジムの骨盤ストレッチでよくやってます。<laughs> ヒロエさんもシュンさんほら <laughs> 一緒にあの動画作ってる方近所の1 7 6ンチの女性奥さんだと思ってましたあーそうね <laughs> うんもう思ってた<う>桃の祈りさんカメハメ派っぽいえなすみさんカメハメ派は直線に出るエネルギーではそうなんだなんでみんなそんなカメハメ派が直線に出るとか知ってるんですか <laughs> と,というか <laughs> それあの普通し知ってない,いや日本に何,何歳までいたんでしたっけ 私、24、24、25になる直前までいました。あ、でもほとんど、同い年ぐらいなだね、だから。私、今、55歳です。だかつ下なのそう、私、それ三30周年。でなそれまで静岡にいたんですかうん、千葉です、千葉です。私、静岡で生まれたけど、静岡住んでたのは、シュンさんの5年より全然短くて、静岡 たとと東京に引っ越してあ<ー>でそこに引っ越して実家は千葉って感じですあじゃああれだな静岡ほとんど一緒におばあちゃん家があるからめちゃめちゃ行ってたけど住んでた期間はすごい少ないですあおばあちゃんといえばあれですねあの静岡の辺の言葉あの下宿して先のところのおばあちゃん何言ってるのか全然わ,わ,わかんなくた <laughs> 静岡はわかりやすくないですかわかんないあの何何ずらーとかいうやつあ私はあの 当時、その明治生まれのおうちのおばあちゃんとしゃべるときは完全に静岡弁でしたよ。あ、本当に。<あ>なんだか<う>だらーとか、だらとかって言うじゃないですか。<laughs> なんとからーとかはめちゃめちゃなんとからーとか、ね。<laughs> <laughs> なんとか、しょっていうのを言いますよね。そうなのかなお。そうそうそう。うん、だから、なんか、おばあさんのところまで行くと、なんかなかなか何言ってるか分かんなくて。うん、あの、そう、単語レベルで分かんない時もあったかもしれない。で、<laughs> 俺ね、静岡で何が、あの、 目いいたかっていうと、うん、天,天気がもうすごいあの岡山って,て晴天率すごい全国で一番で、うん、あの天気予報を見ると毎日晴れ、うん、晴れ晴れ晴れなんでもうだずっと晴れてるんですね、うん、<laughs> だけど静岡って雨ばっかり降ってるんだね毎日あ静岡のね天気予報あれすごい当たるんですよ知ってますなんでですか晴れ時々 晴れ時々曇り所により一時雨。晴れ時々曇り所により一時雨。それが毎日。なんかだから、じゃああそこ山みたいな気候で、<laughs> 要は、あのはは晴れてても時々曇って、ところにより一時雨。<laughs> 本当にところに、あのもうそこ、ヘアピンカーブあるじゃないですか。こう <laughs>、はい、こうやって、雨が降って、また晴れてとか、そういう感じ、要は何、えー であの静岡大学の校舎、うん、こっち側が雨降ってて、うん、こっち側が降ってないとか、んっ本当にね、ところより一時雨なんだよね、うん。で、で洗濯物とか干してたら、なんかいきなり雨降り出して、うん、あとに取り込みに戻ったりとか、<laughs> もうなんかも<え>毎,毎日のように降って、なんか気がめえたもんな、<laughs> 静岡、雨が多いっていう印象があんまりなくて、なんか,か。で そうなんですねなんか地中海みたいな気候なのかと思ってた。あすごい振ります、振りますよ、ね、もう。と、チャン・ユさん、ピッチャーで速いだけでなく、重い球を投げる投手は自然にやってるかも。ああ、そうそう、だから、そう、だから、この、多分質量をこを乗っけてるんですよね、ボールに。体のうんじゃあ、肩で投げてるじゃないっていうことで。今、ちょっと静岡弁になっちゃった。んううう <laughs> えっと、そう、間違っちゃった、今。 トスロン出たら疲れないのでは単伝導を活用できそうトライアスロンああそうそうそう、うん、でその今ねあのあのこ 2, 2週間ぐらい前に出したあの動画なんですけどあの馬のひめがあるじゃないですか、うん、あれって何で丸いかっていうのを考察してるやつがあってあの要はこれで返すんじゃなくてこう プルンと回ってやると、要は、あのー、あれ、戻るじゃないですか,か、軽くこう。要は、クランクシャフトなんですよね、こう。うん、だから、こう、なんだよな。歩くのもそうで、こう、外側から内側、外側から内側ってやってやると、こう、帰ってくるんですよ。地面に反発、地面から反発するんで。うんうん。それ、感じてみるとわかりますよ。あの、だから、 これ外側からこう回して戻ってきたやつをこのまますっぽんとち力に戻して,るなんてうこうお互いにこう <laughs>、うん、なんかこうクルくクルるクルくクるくるくるってやる,やるとはいあんまり、うん、この動画は単電導の方じゃなくてセレンティピティの方じゃ違じゃうだから単電導はだから基本的にだからクランクシャフトと、はい、ニュートンのゆりかごの原理なんですよ要は。 単電でクランクシャフトが作れるからってね 2> で。2週間前にその馬のひずめの動画出してるのはどっちのチャンネルですかあ、単電動。単電動の方、わかりました。そうそうそう。あ、で、あれだそう、みんなにあれ見てた方がいいんだね。あの単電動の名前の由来。うん。これでこれかね。あ、そうそうそう。これかね。Welcome to 単電動 .Breathing.The most important key element. 単<何>電動ようこそ。こ呼吸。最重要項目です。<laughs> This is called 呼吸法 You wonder why? あ、これじゃないね。その下、えその下じゃないその下、はい。すいません、皆さん、お待ちください。この MP4 のやつ、ね。ネームロング。MP4. はい。これこれ。これ今見えてるそうそう。単伝ってありますよね。そしてそれを伝えることが重要です。ですから電動電、電動、単伝電動よって単伝導っていう名前が作られたわけです。 で、ちょっと、たっていう字を見てみると、ここに1っていう字があるじゃないですか。それでもって今度、導くを見てみると、ここにすんっていう字があるじゃないですか。もってたにある1と組み合わせると、一寸、ちょっとした道ってことになりますよね。そして、単伝のちょっとした道。単伝度っていうことになります。ここでちょっと注目してもらいたいのが、たです。たの1を取ってしまうと、円という字も浮かび上がってきます。 で、円というのは単伝導において非常に重要なのです。次、今度タンを見てみましょう。単伝導はアメリカで生まれました。そしてアメリカの中でもインディアナ州というところで生まれました。ちょっと単に似てませんかというわけでアメリカ生まれの単伝導なんで、こういうロゴになりました。タンは偶然なんですよね。はちょっと偶然、<laughs> 当て付けです。ただ単に <laughs>。で、え、これを、 ストップシェア。ああ、そうそう、戻った、戻った。<laughs> よかった、よかったです。もう二度と戻らないかと思った。えっと、<laughs> ちょっと、ちょっとまた、じゃあ、コメント続けますね。はいはい。かなりけいさん、楽しい。ょ楽しんでくださってる。ありがとうございます。ハ <laughs> ピラキけいさんもカメハメハをイメージしてました。ヒロさんが武術最強。けいさん、少林寺や空手は狂気とみなされますもんね。そうなんだ。ヒロさん、手を出さずに気で任かす平和の武術。 ねねりねりさん、合気道素晴らしい。なすみさん、合気道建前の封印を解けばめちゃんこ危険で最強。今日はテクニカルディフィカルティが。えっ、ー、と、もう一つなすみさん、養心館合気道は合気道開祖、上芝森平の皇帝であった、これも漢字ばかり、塩田五蔵、構造が、 1955年に創始した合気道の会派。公益財団法人合気道養親会が主催。現在の代表は木村。養親館会合気道八段。八段、すごかなり圭さん、仕事の仲間も合気道で守った言ってましたわ。おぉ。ーンさん、合気道って相手の力をうまく利用して動きを抑えるイメージです。え、なんか、 アイズハンってえまだこのアイズハンが発症っていう辺のコメントですかこれ <laughs> だいぶ前だな <laughs> <laughs> 頑張ってどんどんいきますでシュさんへの質問だったらもうどんどんしゅウさんが答えてくださ、えーはいっていう感じでひろしさん岡山出身なんですね桃太郎そうウさんシさん桃太郎ですねそうあ桃太郎といえば、うん、私の妹の息子、うん、あ次男が あ次男じ男ね、三男がもも桃太郎だ。<laughs> 名前が桃太郎名前も、あのー、そう、梅太郎、あ、梅太郎、長男、うん。あ,あ、じゃ長男で、む長女がしょうこなんだけど、全然関係ないけど、<laughs> だけど、<laughs> 次男が桃太郎。へょうこのしょうはええなんだったっけああ、あれだ。ちょっと待ってください。 このこの証拠。見えない。<laughs> 小さくて見えない。タコタコじゃないな。木に、木に、ショー。こ<れ><ス>小銭か。あ、そうか、そうか。方法うほうほう,ほう。<laughs> ショー。桃太郎はなんで急に桃太郎にしたんだろう。分からなけど、でも、お,お, <laughs> お兄ちゃんの梅太郎もちょっと興奮だけど。う <laughs> な,な,まあ、梢なんかこうでもなんか、あのあれなんてあの桃太郎ってなんかいじめられそうじゃないですか、その名前つけてると。だけど、なんか柔道、お兄ちゃん柔道やってて、なんか相撲部屋からスカウトかかるぐらいのお兄ちゃんで,で、で,でそのだ長男長、長女両方とも柔道やってて、桃太郎もずっとやってるから、ちっちゃいころから。すごい。 えー、しかもショー、う子さん字が上手ですね。あ、そうそう、こなんか、天皇じゃないけど、<laughs> なんか、そういうのも、なんか、な,なんだっけ、なんか、呼ばれていったような感じですえへすご。そうなんです。どういう大会だか分かんないけど、なんか、あの、なんか特待生みたいなやつで、なんか、大学にも入っているようだし。あ、白爪草さんも岡山ご出身なんですねって言ってる。あ、そうですね。三兄弟は、スポーツ推薦とか行けるぐらい。 いやどうなんだろう今なん、やってないんじゃないかなと思う。あ、うん、長,長男もなんかやめたようだけど、よくわかんないな。まあでも、とにかくずっと3人とも柔道やってたようなんで。でも、辞めても絶対一生役に立ちますよね。ずっとやってたらね、子供が。そうですよね。うんうん、そうえ。ケイさん、仙人とか忍者とか忍たま乱太郎。<laughs> それもわかんないけど。えっと、ケイさん、岡山は日本一の,ものだろううん え、ヒロイさん、呪術って何わかんない。あ、呪術じゃなくて、く呪術のことだね。うん、あじゅ、そう、や、柔の呪術ですね。呪術。そう,そうそう。そう <laughs> 呪術って聞こえたんだ。すいません、皆さん。ヒルクルさん、家に、うちに、両親の書の、これなんて言うのなんとかなんとか書くがあります。内田良平か誰かの書だと、が聞いたこと、 聞いた気がします <laughs> わかんないすいません。ちゃんゆさん、股関節が固まると、腰痛もひどくなるとも意識して、またをガバッと開くことがあります。うあ、そうそう。また開くと、だからそのさっきのやつ、要は、うん、この筋肉がこう伸ばされていいんですよね。うんうん、同様筋かなんかだっていう名前だったかな、うん。なすみさん、呼吸が正しいと、背筋力が保たれるので、お腹が出にくくなります。そうなんだ。フ <laughs> るルクルさん。うん 田舎だと直角ばあさん、今直角ばあさんの頃のコメント、直角ばあさんがうば車をしながら交通ルール、バレ関節でオーダーしている状態がある意味無敵。うん。<laughs> う青木エルさん、呼吸が上手にできると体温が上がります。それすごいわかる。うううんそうそ,うそうかなり、ケイさ姿勢も大切ですね。そうだから姿勢を保つのに、 こう筋肉でこう姿勢保とうとするんじゃなくて、真ん中から波を送って姿勢保つのがいいと思います。はい。もうやろう。ちょっと呼吸気をつけてやろう。広ロさん、巻き方も治るってすごい。<laughs> なつみさん、フォースを感じて取り込んで回すのじゃな。そうそうえ。ようだ。えっと、マリモ HK さん、腰痛、膝痛持ちなので、 呼吸法を学びたいですシューさんの動画を見ますこれシュさんのチャンネルを入れたい。うん、うん、あれでも単伝道なんかコミ,あれコミュニティのやつでやってなかったですか、はい。はい、コミュニティの方であの予告で単伝道のチャンネルっ、うん、て方<か>を紹介してるので、皆さんぜひそちらお願いします。なんかね、単伝道の方のやつは、なんか声が出てないとかって。<laughs> クレームがついてるから、あの、こっちの方に見てくださいって言って、うん、あの、はい、そう、この、ハローフロムロングビーチさんのところで見てくださいっていうふうにコメントを返しましたから。<laughs> はい。<laughs> で、リンクもこっちに送ってくるんで、う,うち、基本的に私のところで来た人はみんなこっちに戻ってくるはずなんで、うん、あはい。あんまり意味ないです。<laughs> 同時配信の意味が全くなかった。前もね、なんか問題があった。うん、あの、声が出なかったっていうのがあって、うん あーなんでだろうじゃあじゃあ今回のやつはこっち消してるからなんであ、うん、分かった方法があるわ。この <laughs> じゃあそ,そ,のその隙にまたコメント読んでますね。と、はい、そういうことでうどん,うどんのケースを持ち上げるときまさにお腹に力入ります。 けいこさん、シュンさんは体温高そうですね。ノースリーブ。<laughs> それ私も思った。なんか私が半袖なのもみんなびっくりするけど、シュンさん、タンクトップですよ。タンクトップっていうか、ノースリーブ。ああ、スリーブです。うん。シャンユさん、たまに肺呼吸と腹式呼吸と交互になることがあります。基本は腹式呼吸。ラスビさん、メモ。血症の献血、プラズマドネーションと呼ばれており、これまでに他のウイルス治療でも行われていた。うん。 <laughs> レモンちゃん、レモンちゃんさん、プラズマドーネーション、ちょっと怖い名前。うん、私は痛くて死にそうでした。もう絶対できないって言われた。文美 <laughs> さん、中学のとき、水泳部で毎日4キロ泳がされてた。すごいですね。白爪症なので、吸法参考になります。冷え症にもいいですよね。<ー>うんあれ、水泳ね、4キロといえばあれなんですよ。昔ね、あのうん、水泳の耐久液伝ってのって、 一人一時間、うん、じゃない、一人四時間泳ぐんですよ。一人一時、四回一時間ずつ泳ぐんですよ。うん、だから例えば私がの晩は二時,時に泳いで、昼の二時に泳いで、えっ、ー、と、うん、その八時に、夜の八時に泳いで、で、うん、真夜中の二時に泳いで、<laughs> で、次の、だから朝の八時に泳いでっていう。だから、六、あの何、何六時二十四だから六人で、あの、一チームで、 あの前、日本でやったんですよ、その、うん、そのうだからすごい人だから4 4、1時間で 4, 時間あ4キロぐらい泳げる4、4キロ以上泳げる人がいて、すごかったよなって、俺なんか3キロぐらいしか泳げなかったんだけど。それ学校のカリキュラムですか違っちゃう違う、ただ単にあの何好き好きなもの同士のなんか大会なんだけど、うん、昔そういうのがあって、とんでもなかった,結構面白かったです。けどね あ静岡に住んだときあれですよ。あの沼津湾横断とかあの、駿河湾横断とかやりましたよ <laughs> あの。静岡は海泳ぎますよね。だから,だからあの、沼津からずっと静岡、清水まで泳ぎましたよ。ええー。海で泳ぐのってプールと全然違って難しいじゃないですか。だって8時間ぐらいかかるもんあの。漁船と一緒に先行していかないと無理ですよ。確かに。GPS がないと、どこに泳いでるか分かんないから。うん、うん うん、だから漁船をチャーターして、でずっとあ、うん、あのあの搬送してもらって、でずっとうん、うん、あの同時にこう泳ぐんですよ。それなんかの大会じゃなくて、個人的な泳ぐそれもまあ個人的に、だか,的にだからすあの仲間を、だからその駅伝やった仲間なんですけど、大体いい、<laughs> その普通10人ぐらいの仲間でこう泳いで、あのずっと泳ぐんです。 そういうバカなことやってましたね、昔。すごいや、<laughs> でも、なんかいっぱい運動されてますね。うん。チャポブーさんから、その相器のようなものを仕掛けられたとき、それを避けるというか、返すことは可能なのでしょうかあ、できるできる。あの、だから同じ技術で、えー、あの、返せるんですよ。うん。だから結局、クランクシャフトでこう返すじゃないですか。だから、あの、相手のやつをうまくキャッチすれば、クランクシャフトで返せるんで、 すすごいですねそそうそうだからあの私の動画見てもらうと分かるんですけども、うんうん、だから返して返してでて、要は均衡状態 <laughs> どこにも行かない状態にもなったりとかするし、<laughs> 逆に向こうがかけてんだけど、こっち側が賭け返すう,んうん。相手を倒す。すそういうのもやってますから。はい、拝見します。かなり圭さん、空手心強いですね。なすびさん、受け身は小学校の必須にしたらいいのに、本当にそうですね。小学校じゃなくて、幼,幼稚園がいる、幼稚園。 幼稚園 ?6 歳ぐらいの時からやった方がいいと思いうん。ああ <laughs>。北脇さん、こんにちは。かなり計算さん、投資も受け身を学ばせておくといいですね。<laughs> 投資投資、インベストメントも受け身を。ああ<ー>。失 <laughs> 敗し,した時のためにね。ちゃんゆさん、受け身してたら骨折することが少なくなりそう。本当そうですよね。そうそう。うん 白爪ツグさん、晴れの国岡山。やっとその辺のコメントまで来た。夏日さん、メモ、年間降水量、岡山県、年間降水量は1000ミリメートルから1300ミ、mm、リメートルほど。静岡県は平均で1800から2300ミリ前後。えじゃあ東京は東京。なんかすぐ、こうやって他のことに気がちる。ちょっとそのままステイナコースします。ハピラキケーさん、平面より玉の方が摩擦がなく動きが滑らかですね。うん。うーん ナシュさん、で、ね、も、一寸、読んい、1寸、1寸、メートル法で換算すると約3.03センチメートル。<laughs> それって、動画のやつなんで、<laughs> ちょっと。ちょっとなんかこれ、多分私読めないと思って、一寸って振りなぶってくれてる。講 <laughs> 師 <laughs> 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 の1寸ですよね。なんかね、一寸3センチはね、明治明治生まれのおばあちゃんの影響でてたかもしれない。カドタックさん、梅太郎から連想されるのは坂本龍馬。 そうなんですかあ。よくわかんないねわしわしだ<の>。私もなんか、そう。妹の息子が。えっと、ヒロ<れ>、えっと、さん、しゅンさんのタンデンドウを家族みんなでやってみます。いい機会ありがとうございます。<laughs> じゃあ、よろしくお願いします。ここ <laughs> タンデンドウの、えっと、チャンネルをここで紹介してくださっているので、ピンします、ねああはい、なすみさんありがとうございます。 レモンちゃんさん、年賀状を作りながら聞いてましたけど、再度しっかり聞きたいです。やったらよさそう。これね、あの、シンさんの単伝道のチャンネルに行くと、もっとね、詳しく基礎からできますよね。まあ、いろいろあの、もし分かんなかったらコメントでも,もらえれば、はい、改めてまた作りますし、はい、だ基本的に呼吸の,の,のところが始めるのがもう一番なんで。うん。ン、うん、の,のチャンネルに行って で質問とかあったら、直接、しゅんさんのチャンネルのコメントに記入してくだされば、うん、しゅんさん、次の動画できっと答えたり、作ったりしてくださる。あと、メールアドレスもあるんで、うん、あそこの、あるし。うんうん、そう。あと、メンバーシップもある。<laughs> メンバーシップもやってるメンバーシップだと、入るとど,どんなことができるんですかえー、だかもうちょっと、あの、頻度が、 何更新頻度が高いのと、あと、まあ、なんていうのかな、うん、もっと細かく、細かいでもないな、あのー、もう最近結構いい加減なやつ、メンバーシップのやつに引きずられて、あんまりちゃんと作んなくなったんだけど、なんかもうちょっと簡易的に作ったやつをパッと出して、うん、メンバーシップの方は、うん、そんなにあのメンバーシップの人までなってくれる人だと、そんなにこだわらないだろうから、その、掲載とか、だから結構いい加減な状態で出してるのが多いかもしれないけど。うんうん <laughs> まあでも、思いついたら出すような感じでもっと頻繁に出しんですけど。<laughs> え、なんか今メンバーシップで思ったんですけど、YouTube コロナ始まってから多分始められましたよね。うん、だからコロナ始まって、しばらく経ってからだから、ま,あ、まだ2年2年経ってない、あ,あともう少しで2年っていうか、もうちょうど2年ぐらいなんですよ、今。単年デンとシュ,シュセレンディピティ、どっちが先でした ででああああですすよあそうなんですねああでも瞬線レピティもち同じぐらいに始めたのかもしれないけど瞬線レピティの方はほとんど上げてなくてあ、うんうん、だから短年道が要は1000人行ったもんでそれでもうちょっと瞬線レピティの方も今後仕入れ出したんですよもう全然短年道とは全く関係ないあ,あそうそうだあれ,あれはあっちの方は発明品とか発見とかそういうのうん、うん アメリカの生活とか紹介してて、サンデンドの方は武術だけなんですよ。うんうん、セレンディピティっていう,こうネーミングが興味深いなと思って、うん、なんでセレンディピティにしましたあれってなんか思いがけない偶然の発見ですよね。だからあれ結構面し、だからそういうのを紹介しようと思って。 うん、日々の生活で見つけた<う>こう、偶然見つけたものを紹介とうそうで。でね、<laughs> 面白いのが、私の一番、そこのセレンデピティのひ、うん、一番のヒッ,ヒット作が、あのー、えっとね、あれ、あのー、ゴミ収集車。なぜかゴミ収集車がやたらとなんか再生数が多いんですよ、なんか何万とかって。だから、だからまあそんな感じのどうでもいいやつ。 とか結構、あと改造品とかいろいろあるんで。あのそのゴミ収集、すっごい前に見たことあるかもしれない。最初に駿さん知り合ったの、多分酒井さんのとこですよね。ああ、そうそうそう。でそっからなんか、今回じゃなくて前見たことある気がする。 <laughs> あの、あの、ゴミ収集車ってなんか知らないけど、みんな見てますよね。なんか不思議なこと。<laughs> 見てしまうんですよ <laughs>。あの、で、日本人ってあれ見たことないじゃないですか。あの、多分だから、日本人のために作ったんだけど、日本人全然見てなくて <laughs>、案外アメリカ人が結構見てて。そうなんですね。そう。そうえっと、どこまで行ったんだろう。ピ、うん、ルクルさん、丹田に力を込めると肛門も閉まる気がするのですが、関係ありますかああ、でも、あの、 説明するのに、そういう説明してる人が多いですね。肛門を閉めるようにしてやるっていうふうに。う私はそういう感覚ないんだけど。うん、あ<ー>まあだから、そういうふうに感じる人もいてもおかしくはないと思うんだけど、うんうん、そう。あんまり閉める感じないですね、私は。うん、さ,っきさっきまで呼吸してたときは閉まってる感じしなかった、全然。なんか、息しちゃうとでも閉めちゃうじゃないですか、こうやってなんか。おまあ、だけど、どっちでもいいかなと思うんだけど。うんうん 基本的に私の中では丹田に力を入れるっていうのと呼吸するの違う感じあだからみんなね、うん、その定義がみんなバラバラで、うん、そもそも丹田の定義自体もみんなバラバラっていうかあのへその下三寸とかそんな感じで言ってるじゃないですか、うん、で私の定義は全然他の人と違っててその筋肉に囲まれてる中心の部分を言ってるだけなんで。 そこでこう自由自在にこう動かせるからってんで、うんそのその定義で言ってるだけなんですけどね。でもそれは、たまたまだから重心にもなるし、うん、近いなと思うんですけどね。だからみん近いようで、同じようでいて、同じでないっていうのもあるんだけど。ありがとうございます、メモ、東京の年降水量は約1000ミリメートル。そう,なんだあそ,うそう、いいんなだから静岡、雨多いでしょう。 多いですね2.3倍東京のそうでで私東京に住んでた時もの、うん、憂鬱になるのが一つあれなだねあの日没が早い <laughs> あそうそうですかだって岡山って明石の西側だから、うん、だから、うん、夏とか7時半ぐらいででもまだ外で遊んでたのに子供の時、うん、東京に行くと7時にはもう暗くなってるえー、そんな全然そうか東京の 日暮れが早い,なんてっいや東京都だから、赤石よりもずっと東だから、うん、そうですよねそうだから、なんか東、日没がは早くて、気がめいたもん。うん、<laughs> なんか冬なんか特になんか、もう,、うん、もう暗いわけと思いうよな。だって30分は違うでしょ、日没が。え、30分も違うんですね、それはだって、だってあの、あれって、時間帯って1時間ごとこう、過ぎ、うん、てるでしょ、だから、いやその四五線に対して30分、30分で振り分けられてて。 で岡山はだから四五線よりも西側で、<laughs> で、東京はずっと東じゃないですか。四五線って何でしたっけ四五線だから真ん中の、だからその時間帯の真ん中の部分。うん、だからそ、そんな単語も聞いたことあるけど、なんだか分からない。<laughs> だからイン、うん、私が住んでるインディアナなんか、もう時間帯の一番端っこで、うん、要はイースタンタイムの一番ギリギリの端っこなんですよね。うん。だから、隣の州に行くと、もう。 あのー、真ん中の、あの、次の時間帯になるから、うん、シカゴに行くと時間帯ずれるんですよ。1時間ずれるそう、1時間ずれるから、うん、あのー、シカゴからあに、インディアナからシカゴまで飛行機で行くと、どんだけ時間かかるか分かります例えば12時に出たら、何時に着くか分かります全然分かんないです。12時に着くの。<laughs> だか<ら>あ 飛んでる飛行機で1時間かかるから、で、時差が1時間あるんで。だから、12時に出たら12時に着くの。そういうことなんですね。そうそう。そうか。だから、あの、端っことか行くと、インディアナなんだけど、あの、シカゴの時間帯になってたりとかするし。もういいわけわかんないところがある。あの、だから、なんでなんでだから、勝手に、だから、あ、 あのゲイリーってあるじゃないですか、ゲイリーっていう町は、うん、あの辺はだからまあのインディアナなんだけど、あの向こうの時間帯にもうなってしまって、大きい年に引っ張られて、えー、あそう,そうなんですね、週ごとじゃないんだ。そう週ごとじゃないあ<ー>だから、気をつけないと、あの辺の人と話してる時間が1時間ずれてるかもしれない。うん、そうなんですね <laughs> あ全然知らなかった。 そそうそうでだから電話とかでも勝手に電話時間変わるから気をつけないと、うん、やばい、ね、うんで、う、す、ん。ああ、携帯の時間がね、変わっちゃう。なすびさんが旬セレンディピティのチャンネルもここで紹介してくださってます。ありがとうございます、なすびさん。青木ゲンさん、ありがとうございます。偶然ラッキーでくだされた商品が結構あります <laughs> ビビースターラーメンも多分セレンディピティですね。あケイコさんがセレンディピティ好きな言葉です。 う。ちゃんがお尻全体が締まると思います。なしみさん、丹田の定義はフォーカスが宿る,宿るとこやんね。そう。うん、まあ、だから、よく、うん、そうね。うん、だ最低、みんな重心でやってますよね。なんか定義と定義的には。あ、これ、いい質問。アンズさんから、ソファーに横になってしても効果同じですかって。えっと、ああ横になってる呼吸法のも、もう<あ>、シュンさんの。 ビデオにあるのでそう最初はこうん、横になってやった方が簡単なんですよ。背骨がまっすぐになるのが分かるからそう。あれは見てすぐできたんですけど、うん、その後と目指してやってみてっていうところで挫折。でも今日こうやって直接お聞きして、うん、今聞きながらやってみたら分かったその回すっていうのを。うんうんうん、なん,か,なん,となんか,分かるでししょなんか,分かりました、うん、なんか今回こう,こう座ってこうやって一緒にやるまではもっと物理的に回さなきゃいけないと思ったの。 うん、そ,うそうです。の,がかっ回すのはまた後の次の段階でいいと思います。うん、だから私も、最初のうちはバネ式でやってたんだけど、回,す回転式にするのはだいぶ後になって、気がついたんで。<laughs> でもなんかマ分,分かった気がする <laughs> 気がするだけ <laughs> えっと、うん、ハピラキさん、ロングブレスに近いかも。ロングブレスに近いですか何のことなんかロングブレスっていうの、日本で多分ね何年も何年も前に流行ったと思うんですよ。ああ長い,ないな長い呼吸のやつ あ、だけど、その、剣道って、あの、切り返しってあるんですけど、これ、メーンって、めーめーーーって10回ぐらい振るんですけど、それって一息でやるんですよ。だ一呼吸。だから、吸って、めーめメーめめーめーンーめーンーンーーーーーだから、その、ずっと吐きっぱなしじゃないそうそう。多分、そういうので。 訓練そういう意味ではロングブレスですよね。うん、そうそう。えじゃあね、すごいなんか、超素人の質問なんですけど、うん、<laughs> 一息でそのメンメンメンって切り返すの、いや、別に吸ってもいいんですよ、だから、だけど、基本的には、<laughs> だから、そう一息でやるように練習しなさいって言われるおおすごいですね。そう、だから、あの、切り返し、ああの疲れてない人は、なんか息、息ちゃんとやしてないだろうって言われるで, <laughs> <laughs> で、一息でやると結構疲れるから。<laughs> うんうん。そう。え、ピルクルさん、ヨーロッパなどは夜でも結構明るいらしいですね。まあ、北欧はそうですね。えっと、なすみさん、明石日没16時54分、東京日没16時33分、インディアナ日没17時23分、うん、LA 日没16時49分。うん、え、なんかインディアナ日が長いじゃないですか、これ。 が長い,というかだから一番ギリギリだからもうほとんど時間次の時間帯になるからずれ <laughs> てるからねうんそうそうそう,うん、うん、えっとマリモ HK さんからシュンさん岡山県何市ですか岡山市岡山市、うん、まマリモ HK さんどこの方なんだろう <laughs> なすみさん、うん、なんか変だなと思ったんだフォーカスじゃなくてフォースって意味だったのねはいあゆ<ー>るさん太極拳は丹田と重心が同じ場所で連,連動運動 連動するもの、手足、と丹田の動きにつられてつながって動くので、手足だけで動かすと注意されます。え、何々青木茂人さんは体極拳されてるんですか？そう、だからあれなんですよね。だからそういう感じで同じなんですよ。うん、だからそうだからまたあと螺旋の運動とかもいろいろあるし、そういうのもまああるんだけど、うん、基本的にはだからあの丹、ー、田から動くってなんか、であと連動、えー、連動とかいろいろあって。 あ、でもなんかこの呼吸法なんかすごい今日、今日分かったから続けよう。えっと、す <laughs> なすびさん、剣道の切り返し、何の役にも立たない練習かもそうなんいや、だからそれはだから呼吸の練習なんですよ。だから、剣道の切り返し。あそうです、なすびさん。うん、いつか、シュンさんとなすびさんと、ちょっと今日いらしてないですけど、くもすけさんと<ー>ん、剣道で戦ってほしい。くもすけさんも、あの、結構多分真剣に、 転倒されてたと思うので、ダンとかわかりますか？かなかかります。さんでダンダンとかあるの。梨花？梨花さんでも子供の頃やめちゃったのかもね。<ー>でもすんごい強かったらしい。あ本当に。うん。ハピラキ先生、ロングブレスは下っ腹にぐっと力を入れて長く細く吐くヨガの呼吸法に近いです。あ、そうそうそう。だから、うん、その、うん、あれなんですよ。だからそのヨガとか。 話す、聞くと、ぐっと力入れとか、あの、なんかいろいろ言われるじゃないですか。ぐっと疲れ、うん、力でどうすんねんって感じなんで。<laughs> なんか原理がよくわかんないですけど、なんか、ぐっと力入れて、だからどうやって息するのかっていうのが。だけど、うん、だ,だけど、私の説明の仕方だと、<あ>要は、横角膜をこう下げるのに、うん、下げるためにやると、そうすると、血がこう上がってくる。要は、この間がこう縮まるじゃないですか、筋肉がこうぐっと。だから、 っていう感じ要はもうちょっとスペシフィックような、ん、に、明確になぜそうするかっていうのを指定してるんですけど。うん、あのやってみるとわかる、なんかこう、下っ腹とか丹田に力を入れるっていうのと、駿さんが教えてくれる息の仕方は全然違う。うん、なんか力入れるってどういうふうに力入れるかわかんないじゃないですか。ね。力ってかたら息できないもんだって。<laughs> そうそうそう。だけど、私の説明だと、もう明確にどうするかってわかるじゃないですか。 うん。そうそう。で今またちょっと呼吸してたんで、あの、遅くなっちゃった。そうそう。あ、えっ、ー、と、マリモイチケイさん、私は今神奈川、生まれは静岡県東伊豆です。そうなんだ。ああ、静豆か。うん。<laughs> ハッピ、ハッピラキケイさん、出産の時のハッハッハッ ヒヒ風じゃなかったよくわかんないけど。あんな呼吸なかったけど、何の役にも立たなかった。えっ、ー、と、夏 <laughs> 美さん、体力がないす <laughs> は秒,秒殺で殺す殺すじゃない、秒殺で決めるタイプ。振動だと言振動って言われたんでしょ、子供の頃。あ<ー>で今度はあの3人で対決してください。そうですね。<laughs> <laughs> あのもしもシュんさんが関東圏にいらっしゃる際には、なす美さんも もうすけさんも関東圏にいらっしゃるので、千葉となの,ので,で、うん、防具持ってんですかちゃん <laughs> 持ってないじゃない。もう素手で戦う。<laughs> 素手で棒で戦う。そうです、ね。えっと、あ、なんかちょうどこれでコメント追いついた模様なので、えー、うね、もう2時間。えー、っと、ピゅ<ー>ンさん、最後なんかこう、三伝堂についての何かで締めていただいてもいいですかあー、何がいいかなと。 探偵のに、まあ、だから、見てもらうしかないですよね。じゃあ、皆さんみ、<laughs> 見てもらう。300本以上ありますんで、見てください。三百 <laughs> <laughs> 本、1日1本見ても1年かかる。あの、拝見します。まあ、ええー、まあ、見てみてください。で、もしね、わかんなかったら、また連絡も、連絡っていうか、コメントでも何でも、連絡でもいいでもらえれば、<laughs> はい、<の>皆さん。指示しますんで、どこ、こどこ見た方がいいとかって <laughs> 皆さん、終戦じゃ 質問をお願いしますであと、青年デピティはね、またいろいろなやつが分野で <laughs>、うん、あの説明するんであの、お酒の作り方とか、誰か興味ある人いますかね、なんか。え、そんなん載せていいんですか、お酒の作り方って。いや、別に、<laughs> アメリカ、別に合法だし、別に。これ、これ今ね、これ飲んでる、これ、これ、ワインなんですけど、それ、どういう袋に入ってるんですか、それ。<laughs> これ,これ,これあの、一番横着、あの、 あの瓶詰めがめんどくさいからこれに入れたんだけど。ああ、えちゃんと樽で自分で作ってるんですかいや、だから、たるだとお金かかるし、うん、あの酸化するから、これのほうがいいんですよ。うん、これだと酸化しにくいから。えーえー、すごい。それ、白ワイン。そう、白ワイン。ぶどうはどっから来たんですかあの売ってますよ。だから100ドルぐらいで、昔はね、うん、5、60度ぐらいで買えてたんだけど、なんか最近だと百100ドルぐらい払わないといけないんだけど、うん、あの、 ワインそういうのはワイン用のブドウ、うん、保存量が入ってないブドウのシジュース、売られてあって、それにイースト入れたら、もうワインは簡単にできる、うん、じゃあ、もうブドウを買ってくるんじゃなくて、その無添加のブドウのジュースを買ってきて、そこにイースト入れるだけあそうそう、で、昔、ブドウね、あの,、うん、あ,のあれ、栽培してたんだけど、うん、あの豆黄金がすごい繁殖して、めんどくさい、あと結構めんどくさくて、やめたんですよ、もう。 あそうです、うん、全部ブドウ取っ払って、もう、すごい、うん、害虫があまりにもひどくて。うち、もう、ドウ植えたんですけど、枯れて、あっという間になくなりました。うん、一度あ,あれ。がうん、あれ、気候が良くないですよ、そこ。あんまり植物で、生えに入りくいだって砂漠でしょ、基本的に。<laughs> 砂漠なんか砂漠だから、ぶどういいかなと思ったんですあ,あ、そうか、考えてみたら、カルフォルニアのぶどう、ワイン有名ですもんね。<laughs> なんかワイナリーが結構たくさんあって、多分私はね、あ<ー>水をちゃんとやらなきゃだめですよね、やっぱ。うん、まあとにかくあれですよ、そういうワインじゃなくて、うん、本当はだからビールとか、あと日本酒、うん、日本酒がすごい一番いいん、ね、で、面白いんですけど。日本酒も作るんですかあのね、それはね、2度しか作ったことないんだけど、 色を作った,った、うんだ、うん、はい、うん、だから、美味しかったです、すごい。あのね、自分で作ったやつ、初めて作ったやつなんか、すごい水みたいな感じで、もうね、足が立った、うん、あの友達と飲んでたんだけど、もういくらでも飲めて、うん、でも気がついたら足が立たなくて、<laughs> で、よでも翌日、早朝、あの剣道の練習あったんだけど、全然残らずに大丈夫でしたよ。うん、えーえー、水みたいって飲みやすいってことですよね。もう、そう、本当にもうね、 ももういくらでも飲めるって感じ <laughs> えじゃあなんかアルコールの匂いとかもそんなになくて<で>味もそんなそうでだけどアルコール度は20度ぐらいあるんですよ20%ぐらいあるえ日本酒ってどうやって作るんですかあのね日本酒はあのお米って砂え、うん、糖分ないじゃないですかだけど、うん、あのお米を、うん、えっと麹菌入れてやると、うん、そうすると麹菌が炭水化物を糖に変えるんですよ へえはい。で、それをイーストが食してアルコールに変えるな、うん。イーストも入れるってことそうそうそう。だから、二つの生物が同時に、あの、うん、共同して作ってんだけど、で、普通ね、砂糖が少ないと、うん、糖分が少ないと、うん、あの、アルコールと弱いでしょうん。で、糖分を上げすぎると今度は、砂糖漬けと同じになって、あのー、 お酒できないんだへえ<ー>。だからジャムとか、あれ、あれ、増殖しないでしょあのせ、あの雑菌が。はいはい、それと同じで。だけど、日本酒のすごいところは、糖分を少しずつ加えていくんですよ。うん、要は、麹菌が糖を徐々に徐々に分解して加えていくから。うんうん、だから、普通、だからせいぜい15%ぐらいしか作れないんですよね。あの、ワインが14%、15%じゃないですか。それは 糖分の限界がそれ以上入れてしまうと砂糖漬けになるからダメなんですよ。うん、だけど、日本酒の場合は糖分を徐々に徐々に加えるから、そうすると15%超えて20%以上超えて、うん、<laughs> あのどん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 アルコール作ってしまうんですよね。で、あの徐々にその菌も慣れてくるから、イーストも。うんうん、だけど、さすがに20%超えてくると自滅するんですよね。 ルアルコール度が高すぎてイースターも工事も生きていかれなくなってすごいだからにせいぜい21%ぐらいだと思うんですけどそれが<っ>だから日本酒はだからぎ限界超えてあのアルコール度高いんですよ。なんか作るの大変そうあだけどすごい面白いんですよあ日本酒が一番あの作ってて楽しいです。 えこひろえさん広さんってトルコの方なんですけど、ひろええ、さん、お酒作りませんか作 <laughs> 人に作らせようとして <laughs> そう,そうあ,あと、サブブーさんから、これ、シュンさんが着てらっしゃる服、単年度グッズですか、ええって。あ、そうそう、これ。あ、そうなんだ。これ、アイロンプリントだ、アイロンプリント。<laughs> え、これ、チャンネルであの売ってる。 あ売って売ってない。だただ、何これ。本当はちゃんと売るような、ね、みんな、あのー、ちゃんと売るようなあの、買ってくれる人がいるんだったら作りますけどね、将来。<laughs> なんか、単純度のクラスとか、あのコミュニティセンターみたいなところでやったらいいのに。アメリカ中ねだから、本当は YMC とかでね、うん、やればいいんでしょうけど。あとなんか、木のリクリエーション、まあうん、そうですね。 まあ、じき時期ぼちぼち。いや、だって、実際に私もこの始めたときに、まだ、もともとは、あの、こんな感じだけど、どうですかって感じで、うん、なんていうかな。うん、まあ、そんなにまだまだ確立してなかったんですけど、最近はまあ、だいぶ、ね、確立してからいいんですけど。うん、広めていけそうな感じそうですね。うんうん、まあ、でも、皆さんもこうやって、ね、見てもらってる人に、こう、試してもらって、うん、うまくいったっていうのが、そういう声が広がってくれれば、うん うん、ねもっと広がれる機会ができるんじゃないかなと思ってるんですけど。ちょっとあの、しゅんさんの三連動の方の動画見ていただいて、質問をいっぱい送ってください、しゅんさん。<laughs> そうですね。はい。うん、よろしくお願いします。あ、ヒロさんがお酒の作り方興味あります。あじゃあ、それもだから、作った方がいいなと思って。うん、とにかく、しゅんセレンデピティの方は、 はい、あのいろんなものでは作ったりとか、うん、なんか改造したりとかそんなもんが多いね。はい、あのカバンとかなんかいろいろ何てうこういう例えばほらこういうやつとかあの私こ,うこれいつも持ち上げてるやつなんですよこのベルトセットお出かけセットなんですけどそれどういうどういうとこにお出かけするんですかそれれだだだから普段普段だからだから普普段段こあの 要は、オーガナイズファニーパック要は何バッグこれ、これだから、これつけたらもう全部、自分の全部よ、うん、うん、なものが全部ここに入ってるんですけど。すごい。<laughs> 財布に、あの、携帯電話入れにとかって。あーはい。で、で,ね、で、これ、ナイフにとか。これ、これなんか、<あ>けこれはあの、動画に出してるんですけど、この、キーチェーンうん。あのーだ、ほら、これ、まあ、ペンとか、まあ、これ、なんだけど、この、 これ何これであの鍵これなくさないようにこうついてるでしょ、うん、でこの、はい、これ時計がついてて、うん、でこっち側に鏡がついてて、うん、であとこれあのメジャー <laughs> <laughs> すごいなんか全部持ち歩いてるすごいですねであとこれこれなんですけどこのなんだこの あ、YMCA に行って、ほら、ロッカールームでこれ、ロッカー入れるじゃないですか、はい、これ。はい。で、これ、ロッカー、これ入れるでしょ、はい、で、うん、これが付いてないと、うん、自分、あのー、自分の体に固定できないんですよね。うん。あ、はい、はい、はい。これ <laughs>、なんでこうしてるかというと、俺、この鍵を何回もなくして <laughs>、うん。そういうのないです。ここにつけっぱなしにしてて、こうやって、うん、<laughs> 歩いいててててそれにポポロっていつの間かななくなってそう3回ぐらいなくして <laughs> だからもうこれはここにつけないと体に装着できないようになって,て <laughs> <laughs> 素晴らしい <laughs> まあそういうのをねうん、うん、いろいろと工夫してやってるんですけど面白いですねそう、まあ、こんな感じでねいろいろそういう普通これこれイヤホンでしょうこれ、うん、そうこんな感じで これなんかでも、これだから全部自分、自作全なんですよ。あ、これ、老眼鏡ここ。老眼鏡もサニーパックに入れて出かけるんですか老眼鏡、これ、これ結構便利ですよ、この。お折りたたみ式なんだ。折りたたみ式のこ、<っ>これ、これ伸びるやつ。うん。これ、これをね、この中にいつも入れてるんですけど。うんうん。これ、こうやって。これ日本にあるのかなこういうの。えーわかんない。こうやって入って。んうん。こんな感じで。 まあ、こういう感じで。まあ、こういうの<お>、こううのほら、全部自, <laughs> 自作でやってるんで。うんうん、すごい。<laughs> まあね、結構、どうでもいいこといろいろ紹介してて。あ,あとね、うん、本当はね、あの、日本人に一番見てもらいたいのが、あの、はい、あれ、ハワイの、あの、家、うん、事のやつあのやつ動画見てもらいたいんですよね。マオイのやつそうそうそう。はい。あれね、あの、いかに、 おかしいかってのみんな見てもらいたい、ね、あの広めてほしいあはな話知ってますあのハワイのやつあんまり言うとあの YouTube から、えっと、あのお、まあ、お叱りが来るやつそうそうその話知ってますお叱りが来るやつうん知ってる多分うんあれねあでも今ねそうそう,そうお光を受けないように程度に作ったんですけど愛 <laughs>、うん、ああのね <laughs> あの広げ広めないとなと思ってるんだけど。うん 皆さんぜひ。だから元々だから春節レンディティで、あの、うん、最初に上げた動画とかバンされてバンじゃねえ、あのけ警告受けて。うん、<laughs> その警告受けてどうしました？ほったらかしですか？うん、いやでもすぐ消してましたよ。消したんだ。あのね消しちゃったやつでもウォーニング来て、私もストライク一回食らってるんですけど、<い>今な十分ぐらいのプレーニングをオンラインで受けると、は三、うん、ヶ月後に消えます。 うんそのウォーニングがなかったことにできるああ、そう、うん、あれ、どうなってんだろうな、俺、ずっと出てるけど、別にそのままほっといてんだけど、まあ別にすぐ消したし、うん、あんまり関係ないんだけど、うん、でもとにかく、ね、その、私はもともとだから、そういう政治的な問題、なにいくらでも喋れるんだけど、うん、<laughs> それが<は笑>、すぐあのお叱り、ね、あのお,いおいかわさ 及川さんの話知ってますあの、存在は存じ上げてますけど、特に動画見てないです。動画見てないですかああ、うん、そっかそっか。まあ、もうどっちにしろ、あの、追放食らったからもうだめなんだけど、うんうん、まあ、そういう感じのやつとか、いくらでも、あの、あるんで、はい。そうそうそう。まあ、そういう当たり障りのない話を、とりあえず、げてますけど。はい。えっと、どこまで行ったんだっけ えっと、シャンユーさん、ロングブレスってお腹を思いっきりへこますイメージ。あ、そうなんだ。じゃあ、同じかもしれんね、英は。でも、<ん>その、へこますって、あ、だから、その、へこますっていうふうに、意識して出てるんだけど、どう、なんでへこますかとか、なんか、いまいち、へこま、へこんだからって言って空気入らないじゃないですか。うんだから、私が、だからその、へ、この、筋肉が、こう、ぐーっと縮むから、 へこむんであって、こう、何、うん、だろうな。膨らむにしても、なんか、何で膨らんで息が入るのか、私、意味が分かんないんですよね、なんか、うん、<laughs> 昔から思ってるんだけど。だから、これが多分、一番メイクセンスする方法じゃないかと思ってるんですけど。はい。まあ、そんな感じで。えっと、ハピラキ計算、ろ骨を上げ,上げて広げるセルフ生態もありますそうなんだ。 えっと、カドタックさん、ワイナリーは興味があって、たまに訪問します。私も、私もカリフォルニアで友達といて、でも私、お酒あんまり飲めないので、ワイナリーがた、うん、楽しいだけで終わるんですけど。ああ<ー>。え、広瀬さん、カッパドキアの日本人嫁、先輩が手作りワイン作ってます。すごいですね。カンリケイさん、干し芋も美味しくできて感謝です。ナスビさん、メモ、酒類、種類の製造免許を受けないで酒、酒類、種類を 製造した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金にさせられるほか、製造した酒、原料、器具などが没収されることになります。日本だと、ね、あれだけど、言わなきゃわかんないでしょでも。<laughs> で,もでも、バレたら捕まるんですよ。ピルクルさん、日本だとどぶろくでも勝手に作ったら日本になります。<あ>口紙だけもいいです。あれね、でもね、ひどいです日本って元々、もともと酒税ぐらいしか徴収する税,あの税金なかったから、 だからすごく厳しくやってたのに、うん、今時だって酒税なんてほんの数パーセントしかないんだから、あんなの日本人にもあれ許せばいいんですよ。だから日本人ってほら結構、凝り性が多いじゃないですか。でね、梅酒はでも作ってる人、あれはいいんですかあれだって作ってないもん。味,味付けてる人だから。もともとあるお酒につけてるだけか。そうそうそう。そう あの味付けしてるだけだから関係ないんだけど。うん、あそっか,そ,っかそういうことですねそう,そう。そうだけど本当にね、だから酒税なんてもう今、あれ割合が減ってるんだから、うん、あの作らせた方がいいんですよ、ねうん、あ、なんか、なすみさんも同じこと言ってる、自宅で果実酒を作る際には、使用するお酒はアルコール度数が20度以上のものであり、家庭が住んでいるものを使わなければなりません。なるほど。そうそう。青木茂さん、でんぷんはぶどう糖がたくさんつながったものです。え<う>なんか茶葉 なんか米国では合法なんですねって、アメリカでお酒作っていいなんて私も知らなかったです。あのね、蒸留酒はだめなんですよ。蒸留、うん、酒ってブランデーとかってことあの、そう、だから自然で発酵するお酒は合法なんですよ。うん、あの、まあ、リミットあるんですよ。何ガロンまで大丈夫。でもすごい、に,に普通の家庭ではあのこなしきれないぐらいのが、うん、あの、うん、量だから、別に私も覚えてないんだけど。だけど、とにかく普通だと、 あの自然発酵酒は作っていいんですよ。だけど蒸留酒は、うん、まあ作ったらよくないのと、あと、あれ、危ないんですよね、結構。あのあんまり蒸留しすぎて、あのー、なんていうのかな、うんうん、目が潰れたりとかするんで、うんうん、あんまりよくないんです。<laughs> それなんかロシアの安いお酒みたいな感じですよねそうそうそう、うん、あんまりよくない、体に良くないから、どっちにしろ作らない方がいいんで。 青くしゲルさん、パンを作るイーストと砂糖水があれば、お酒は作ることができます。失敗しああそうそうそう。になります。<laughs> そう。<laughs> そうなんだ。そうですよ。あの、酢にすぐなりますよ。あの、失敗すると。そうなんですね。うん。でも酢は酢として、こう、消費できる感じですかあ、そうそう、できるだけだから、うちの、<う>あのー、 お酒も失敗したやつなんかあれ、うん、あんま美味しくないあのお酒なんか料理酒と使ってて、うん、なんかジャブジャブなんか<ー> <laughs> 使ったりとかしたりとかいくらでも使えます<い>そう結構あのいいですよ自分で作ると安い、うん、私料理酒ねおうん。 99で買って使ってて使ますあでも美味しくないじゃないですか、あれもなんか。<laughs> なんか料理酒ってちっちゃくて高いから、買うの悔しくて、一升瓶でお酒買って使ってるって感じ。うーんでも本当にあれ、日本のお酒高いですよね、あのアメリカで買おうと。うんうん、あでもか、アメリカだと、桃川っていうかあそこは美味しいですよね。 あのカリフォルニア産のお酒も多分なんか月経館と同じくらいの値段で買えるのでうん、うん、すごい辛口うん、うん、結構ねあのもうちょっと本,本格的に日本酒作ってほしいんですけどアメ,リカアメリカでもうんシュンさん作,作ってったらどこだろなでも案外難しいし、うん、限定販売ですよ <laughs> あまりいっぱい作れないから し仕事にするにはね、やっぱ難しいですよね、あるいの。結構、設備<ん>そ、設備すごいお金かかると思う、たぶん。ああ、確かにね、そうですよね。うん。えっと、あ、チャブブーさんがシャツのことね、ああ、お手製よくできてますねって言って、ナスピさんが、そのシャツ、丹田 <laughs> の位置あたりに赤丸つけたらいいのにって言ってますよ。丹田のあたりあたりに。 これね、なんかお、どんどんね、色が合わせてくる。あの、アイロンプリントだから、なんか、色、うん、色がどんどん落ちてくる。<laughs> そういまいちなんだよ。う,う,うん。<ー>もともともっと色ついてたんだけど。うん。まあ、それ、気がついた人めちゃめちゃ目がいいですよね。うん。まあ、<laughs> そうね。これ、どこまでいったんだろう。なんか、シュさん、すごい長くなっちゃったけど、大丈夫ですか私は大丈夫でうん。なすびさんが三段警防 三段警ー,ーのホルダーもお願いしますって、そのパニーパック。警 <laughs> <laughs> ー,ーの。ヒロエさんがドラえもんのポケットならぬシュンベルト。それシュンベルトっていう名前になってる。えっと、ナスリさんが鍵にアップルエアタックつけたら解決たぶんなくなっちゃうのはカチッってしないで引っ掛けといてなくなっちゃうじゃないの。違う、そう、だから鍵を、うん、だから、とつけた 取った後このまんまロッカーにつけて外して、そのまんま、このまんまここにつけっぱなしにして、こうやって持ち歩くのね、そうすると、それを何回かやって、でもうここに確実につけないと、成り立たないようにして、これで、これベルトにつけるってうん。 ひろゆさんが裏話万歳。<laughs> じゃああのぜひ、しゅんさんのチャンネル、しゅんズセレンディピティの方で。ケこさん、おいかわさんはチャンネルごと消されましたよね。ひろゆさん人物。あ、見た。でなに何々、うん、あ、なんか、シさんいなくなっちゃったけど話し続けますね。あ、また戻ってきた。レオさん、おいかわさんの動画よく見ていたので、まあそれで残念です。かとたさん、一度と言った税制は手放さない財務省。<laughs> 確かにね。 そうですよね。広瀬さん、日本では個人で楽しむだけでもダメなんですかもうん、そうみたいな。知らなかった。社員さん、お腹の中の空気を全部吐き切ると、今度は息を吸うために筋肉が膨らむからあ、だからお腹が膨らむってことえ、なにこれなしみさん、米国免許、米国市民権もしくは永住権を持っていること、年齢が21歳以上であること。これなんだっけ何の話重罪をによる、有罪判決を受けていないこと。 逮捕権限を有する警察官ではないこと、過去にアルコール飲料取り扱い免許を取り消されたことがないこと、すでに卸売業免許を取得していないこと、もしくは卸売業免許を申請するのであれば、すでに小売業免許を取得していないこと、これなんか誰かの質問に対する答えかもしれない。ちゃんゆうさん、日本酒作るのは当時さん。という感じで、ここでちょっとじゃあコメントが。 うまい具合に切れたので、この辺でおしまいにしましょうか。なんか3時間15分ぐらい。2時間15分ぐらい皆さん付き合ってくださってありがとうございます。そうです。すいません。<laughs> 電池が切れてます。<初>電池が。そうなんだ。あ,あ,あれ今ちょ、今撮っ、今映ってない映ってる、映ってる。映ああ見えてますああ、うん。で、えっと、この、 動画最初ライブわちゃわちゃだったんですけどそれ編集するとなんかコメントが多分見れなくなっちゃうので、うん、もう編集しいでこのままアーカイブの残ってそうですね最初なんかもうめちゃくちゃなんですけど皆さんお許しください私あの、はい、超ローテクということでご容赦くださいませというわけで、えっと、今,今,今年今月じゃない今年最後のライブのゲストはしゅんさんでしたありがとうございましたどうもありがとうございましたどうも <laughs> よろしくお願いします。じゃあ、こちらこそどうも、また。<laughs> はい、またお願いします。で、えー、どうしようかな。来週が日本にいるので、これ。うん。それなりに2024、もうなんか忘年会の準備できてるって感じですか。忘年会来、新年会です、これは。新年会か、少し。2 0 2年。2> <laughs> 今日、今日買ってきます。おー <laughs> じゃあ、また<私>2024年によろしくお願いします、ねうん。お願いします。2024年は <laughs> 日本でで迎えるんですけど、えー、ど,どうしうししまょう私ね、去年ね、ズームでこで非公開、だから、ズームから YouTube に移動しないで、みんなズームの中だけで完結する形で、年越し10、夜11時半から12時半ぐらいまでお話ししたんですけど、それ、興味ある方、いらっしゃいますかあれいですか、<laughs> 話の内容にもよるじゃないですか。あのー みんな、なんか、Zoom 飲み会みたいな感じで勝手買あ,あのー、ほら、うん、YouTube に出すと、バンされるやつ<ー>はされ、されるような話をしたいんだったら、うん、そっちのほうがいいかもしれないけど、うん。その話したい方とか、あと、なんか、一人で年越すんだよねっていう、なんかカウントダウンするの一人なんだけどっていう方とか、あと、あ,とあれまで、うん、前半が YouTube 公開で、うん、あと、こそんな公開。<laughs> うん、なんか、多分大みそかの11時半から、ズームやる、ああやるんだったら、ズームのリンクを皆さんにお送りするので、うんと、また別途募ります。うん、その時には、ね、例えばね、しゅんさんのそのヤバい話をやっていただいてもいいし、うね、もう本当に、ズーム飲み会みたいな感じで、みんな勝手、私が叱りとかするんじゃなくて、私がなんかいっぱいしゃべるんじゃなくて、<ー>みんな勝手にしゃべってくださいってあ。あそ、それ、それはいいかもしれないですね。うん。<れ> アメリカにあれ、売ってますから、これ、買って帰って、つければいいんです <laughs>。このメガネ。日本にはないのかなわかんないけど。<laughs> なんか、買い物に行くチャンスがあったらっあのス,スーパーに売ってますよ、スーパーに。普通の。<laughs> もうなんかね、クリスマス前じゃないですか、怖くてスーパーに行けないのも、クリスマス前に慌てて買い物してる人で今日、あだハム買いに行きますよ、ハム。もう私、ハム諦めましたよ。今年、ハムですか いや、今年ハムって普通ハムだよ、なんか。ハムハムかターキーでしょ、私、いや、ターキーなんて、ターキーなんか食べないと思うけど、なんでみんなターキー食べるのか分かんあのセクション見てみたら、ターキーなんてほんの少ししか売ってなくて、普通ハムだよ。え、本当とになんか、イプの人もる。あ、そうです。ひょっとして、カルボニア、そういうターキー多いのかな。ターキー、普通に売ってます。いや、売ってるけど、ほんの少し、もうセクションなんかほんの少しだよ。 なんかサンクスギビングと同じ感じで売ってる。<え>で、ハム、それになんかハムも。でも、ハム、サンクスギビングハムのうちもあるもんだって。あ、じゃあ違うのかもしれない。うん、うちらへんだと、もうほとんどがもうハム。お<ー>ハムがもうほとんどで、ターキーはもうなんか普通の普段通りの売りぐらい。<laughs> なんかほんのワンセクションで。でももう,もうハムも、ターキーも諦めた私、ちらし寿司とローストビーフと。 お雑煮にします。クリスマス。<ー> <laughs> おむき日本です。い <laughs> や、やけくそう。<laughs> 今日、里芋買ってきたいから、お雑煮にする。でも、そっちの方がいいじゃないですか。豚汁がいいね、うん、豚汁。豚汁豚汁うん <laughs> 豚汁も豚ないけどするかもしれない。私ね、27日の朝出てからですよ、日本に。ああ。あんまり長持ちしないやつの方がいい。あれハムとかだと多,い<は>お多すぎて、 タイキハムだと私がいないと多分みんなショー食べ残しを消化しないで捨てることになるなと思ってああそう今年はもうギブアップ来年やるそうね <laughs> ハムもね1 0ロぐらいのやつ買ったから、うんうん、あいいですね,ねでもハムもちゃんと焼いて食べたら美味しいですよ、ね、なんか4時間ぐらいかかる、うん、うん。えっと<う>じゃ これでもう終了。皆さんありがとうございました。なんかもう、ちょっとどこまで行ったのかあ、さっきのなんか、米国市民または市民権っていうのも、米国でお酒の免許を得るための連邦法の基本だって。そうなんだ。不運動が全然わかんないけど、そうなんですね。カンナリケさんありがとうございました。シュウさんありがとうございました。 あ,どうもありがとうございました。東京の方のお話が聞けて楽しかったですって。<laughs> そうですね。た、え、ぶ、ー、んありがとうございました。けいこさん、シュンさんありがとうございました。チャンネル登録しました。呼吸法をやってみます。そうですね。<木>よろしくお願いします。ありがとうございました。ソラリスさん、興味深かったです。ありがとうございます。ソラリスさん、私はちょっと後で連絡します。後で連絡します。シ <laughs> ャ <laughs> さん。 今回も超脱線で楽しめました。ありがとうございました。サブフーさん、あありがとうございます。日本の年末年始、楽しみます。カナリケイさん、良いお年をお迎えください。ネリネリさん、久しぶり。ありがとうございました。皆さん、良いお年をお迎えください。ヒロシさんもありがとうございました。今年もお世話になりました。こちらこそありがとうございました。ミ,ルミスのマリコさん、ありがとうございました。丹田動画、感謝です。良いお年をお迎えください。 フィルクルさん、良いお年を。チャボブーさん、チャットの皆さんもありがとうございました。良いお年を。シロツムグサさんも良いお年を。もう今回、今年最後だから全部読む。恵子さん、皆さん、皆さんありがとうございました。ミリクリー良いお年を。マリコ・水野さん、ありがとうございます。ミーさん、興味深いお話ありがとうございました。皆様、素敵な年末年始をお過ごしください。ラスビさんよ、酔っ払いには要注意でやりましょう。何、何、あの、ズーム飲み会いサさん、ズーム年越し楽しみです。あ後で、あの、コミュニティで。 やり,ます <laughs> やります。青木しげるさん、同じようなメガネで増税と書かれたメガネ売ってますって日本。<laughs> どうで <laughs> どメガネハピラキーさのハローフロームさんライブがいいです。え、来週来週来週日本なんだけど。えっと、だから30日は多分お休みします。かなり今朝お寿司です。えっと、どこまでちょっと飛んじゃった。 ミスのマリコさん、私もチャブブース、え、私もって多分、普通のライブ来週やりましょうってことかな。チャブブース、青木さん、今年の漢字、気がめります。今年の漢字って何だったんだろう増税増税もしかして。面白してない。恐ろしい。ね、しかも、二文字じゃないかっていう気がしないでもないんですけど。普通一文字じゃないのかなり今朝、色とりどり。ハピラッキー今朝、買い物してます。はい。あ、マリコ、ごめんなさい。私もいつものライブがいいです。 分かった。じゃあ30日もやるかもしれないし、31日もカウントダウンをするかもしれない。ふみみさんありが、とても興味深いお話でした。ありがとうございました。チャぶブ,ブーさん、たまにはこういうライブも楽しいんです。新しいこと知れて、うん。あの、絶賛ゲストスピーカー募集中。<laughs> 他にも、わこそはという方はあの、こういう趣味がありますとか、こういうことを教えてますとか、こういうののエクスパートですっていう方でもうなんかすごい。うん 受けてくくだださささる方はぜひご,ご応募くださいアンジーさんありがとうございました。皆さん、皆様メリークリスマスよ,うとしよう、年をおやすみなさい。じゃあ、ね、おやすみなさい、どうも。<laughs> 本当ですね、もう、シュウさん、11時26分。ああ、11時だ、ああ、そうね。すみません、<ー>もう今日中に絶対終わらせるから。ラスミさん、皆さん、ご視聴ありがとうございました。良きイブをお過ごしください。だってもう今日、クリスマスイブですよ、日本。税<ー>、ね、か、税に決まったんだ。 税なんだ。ふざけんなよって感じですよね。税が今年の感じって。ああ、かな。なめてんのって感じ。<laughs> えっと、ナシビさんがもう一回丹田道のチャンネルここでシェアしてくださってます。あのピンしてますので。ぜひ丹田道俊さんのチャンネル皆さん。ねあとしゅん、シュンセイレンデイピティもお願いします。<laughs> はい、まだ百四十人ぐらいしかいなかった <laughs>。後で登録します。 うん、さん、うん、お世話になりました。島島田さん、ようとおをお迎えください。ふみみさん、皆さん、ようとおをお迎えください。白爪草さん、ナスミさん、ありがとうございました。ナスミさん、私からもどうもありがとうございました。メモ、2023年の漢字は税決まった。税って、これ誰が投票して決まるんですか最悪や。だけど、でも、ぴったしかもしれん。い <laughs> 税って、でも増税した、結局したのかね。いや、彼ね、増税してないんだけど、でも。 あまりにもなんか、なんかね、しっかりは、はっきりしないですか、彼って、なんか、うん。彼、なんかちゃんと喋ってそうなんだけど、い<や>い全然だめだよ。うん、全く理解できない。だからなんか日本語ペラペラしゃべってるんだけど、何言ってるのかよくわかない。あれとオバマと一緒じゃなんかオバマってなんかしっかりはっきり言ってるんだけど、ああ内容が全くないとかっていうと、同じじゃ政治家の言うこと何言ってるのか全然わかんない。 あ本当にわけわかんねえよな,なと。うんだけど、<ん>あだからトランプ分かりやすいじゃないか、なんか。ああ、うん。それは多分分かりやすいように喋ってるっていうのもあるんだと思う。あ今日なんかもう、うん、今日出てたあれ動画なんてすげえ、あの、痛烈な言い方してて、なんか。なんて言ってましたえー、だからあの、なんだっけ。あの、い、あの、 環境なんだっけ、環境の詐欺環境詐欺だったから、そういうやつなに関して話んか、話ずれてもいいですから、すみません。しゅんさん、この間、移民がディスニング・ア・ブラッって言ってたじゃないですか。えあれどう思います移民がアメリカの血を汚してるって。ああ。それはどうだろうな。でも、移民で成り立ってる国だからなんだ。なんか、自分の。 自分の先祖だってどっかから来たんじゃないのってすごい思った、うん、だけどあれなんだよねうちの王子もね違法であの入国してんだよなうんそうなんですねもう三十3 0年前に90歳で亡くなってるから <laughs> だいぶ昔の人なんだけどまあだけどどっちにしろ、うん 今の問題だけど、あれなんだよね、あの大量に何か入国してて、で、しかもその、うん、人身売買に使われてるな。うんうん、だから、どこに行ったのか分かんなくなってる人もいっぱいいるんじゃないかなと思うんだけど。そう、なんか,のなんかそのトランプの発言は、うん、アジアからも来てるし、うん、あと何て言ってたっけ南アメリカからも来てるし、なんかこう、地域を名指しした上で、 ヒトラーの我が闘争に出てくるようなご移民が血を汚しているっていう発言をして、今炎上、絶賛炎上中です。この何日間か。一週間それって、ちゃんと話聞いてないか俺知らないんだけど、うん、あれ、切り取られてんじゃないのなんか話。よくわかんないけど。なんかいつも彼の場合、なんか切り取られて、うん、あの、うん、あの、うん、変なふうに切り取られて言われてるから。 そのヒトラーのマインカンプトからの引用なんじゃないかっていうのは、いや、その、我が闘争なんて読んだことないって、だから、関係ないって言ってるのは、それは、その言い分は多分本当なんだと。<ー>だ切り取られて、ヒトラーと重ねられて、今、炎上しちゃってるって感じ。うん,うん。うん。まあ、ちょっとね、<laughs> うん、その辺は原,あの原文のやつ見ないと分かんないんだけど。うんうん、ぜひご覧ください。 結構、うん、<ー>んか私結構なんか私結婚でグリーンカード取ったじゃなくて仕事で取ったので、うん、そんなに簡単に取れてないんですよ時間もうんとかかって、うん、なのになんか同じ一括く,くりにされてちょっと気悪かった <laughs> 俺結婚で取ってるからな <laughs>、うん、これこれ結構なんか私 H1 からグリーンカードだったのでそれ大変ですよね大変,大変だったん<ー> <laughs> 俺ね一番簡単な方法あの結婚して うんうん、グリーンカード取ったから、もう何、うんうん、このすごいですね、日本のね、アメリカ大使館、すごいこの記事、この日に来てください、この日に来てくださいって、もう本当に時間でぴったし、うんうん、アメリカだと、なんかいつになるか分からない、大体あの1年以内とか、2年以内とかで、ね、うん、書類がなかなか来ないじゃないですか、うんうん、日本はもう、この日に来てください、この日に来てくださいって、ねうん、すごい。それでグリーンカードじゃないけど、もう全部、処理終わりだ。 日本のアメリカ大使館まで行く道、道の途中で職務質問されなかったですかいや、なんで <laughs> ど,うどういう質問、質問って私何度も止められて、カドも上がるたびに止められて。え旦お仕事で行ったんですけど。わかんないな。俺行って、<laughs> 全然そういうのないな。なんかなんだよと思った。じゃん,なんか普通の格好で行ったのに。あ、俺なんか普通じゃないと思う、多分ローラーブレードで走ってたから、多分 なんか早すぎて止められなかったあ、それもあるかもしれない。あの、俺ね、昔ね、ローラーブレード流行る前に、ローラブレードで、あのっちこっち移動してて。うんうん、すごすぎる。で、警備員も、注意しようにも、名前わかんないな。君、だめじゃないか、あーって言わうんうんうん。そこで行ったから、いつも捕まっちゃったのかな。えっと。 ええー、と、なんかすみま,ません、脱線しちゃった。えー、というわけで、マリモ HK さん、お世話になりました。えっ、ー、と、皆さん、ようよと紹介ください。シナモンロールさんも、<laughs> ありがとうございました。ナスビさんが、旬のセレンディピティ、<laughs> またここで紹介してくださってます。ナスビさん日本の場合、トラス、トランプが首相になっても変えられない構造。移民の有能楽器についてネイティブアメリカに聞いてみたい本当ですよ。あの人たちだけですよ。外から来てないの。まあ、いつ、むかう。 アジアから来たのかもしれないけど、ハピラキンケンさん、ライブはいつでもいいですが、話の内容はいつものライブ内容でわいわい話せる方がいいです。そうなんだ。じゃあ、ズームじゃない方がいいってこと。あの、コミュニティでアンケート取ります。<laughs> それ、それで考えます。というわけで、あの、皆様、今年もどうもありがとうございました。そして、しゅんさん、ゲスト出演ありがとうございました。改めて。あ,ありがとうございました。どうも。そ <laughs> れでは、また <laughs> <laughs>、はい。はい。よろしくお願いします、ね。 もしも年末、年末ギリギリで私がライブをやらなかった場合には、本当に申し訳ない。良いお年をお迎えください。そして来年もまたよろしくお願いします。というわけで、今回はこれでおしまいにします。<laughs> じゃあまた